おい<ー>俺さっきもね、実はね。<laughs> ビールの缶開けで別にテープ回ってないの急に「ああ」目の前で言い出したから無理やりにでもケーキつけていかないとさ同じメンツと毎週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 テンション上がるわけないじゃないですかそんなおかしいねそれでさ「わあ今日も楽しみだね」みたいなあいやでもそういうこともあなんすよあれだあのあれだもんねオーバーザさんのさジェンスーと堀ーさんもさもうオーバーザさんと取った後に2人で喋りな らてそう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 飯食いながら喋ったりしてるらしいですすごいよねそれねそうですそうですもう俺はちょっとだからだからそのあやっぱだからそれが人気番組のさやっぱり秘訣でやっぱ不人気番組たるもんねやっぱこのなんていうのまだかよみたいなやってる方がおいまだかよ早く終わらせるでしょそういうこういうノリになってしまうわけ確かにねでまあ楽しいふりもできないじゃないですか楽しいで楽しいですよ何楽しい楽しいけどそのわいみたいなことじゃないじゃないですかまあそれはもうそれはもう年よ年 年関係ないでしょ別にだってそんな「わーい」ってなかなか今あるあるでしょうかコンバットレックなんか言ってましたよよくえもう一軒もう一軒切るのうんまああと一軒ならいいかな「やった!」って言ってますからジャンプしてるからジャンプしてるから大人がほどでジャンプしてるのレックさんぐらいしか見たことないねでその後俺がちょっと金を下ろしてくるわってさすげえ怒るっていうね そういうのは流れを止めないでやるもんだろうと俺もさっきさりげなく言ったのにお前は何だって金を下ろしてくるって言って人を待たせるってどういう表現だみたいなこと言われて別に待つけどってってさ何なのなんてありますけども。といャストで本日ですね現在2024年の11月明けて29日現在1時。 10分ちょっと手前といったところでございますスタート早いですねちょっと早めでございますっていうのはちょっと他の作業の皆さん要するに YouTube 上げみたいなのもちょっと時間かかるみたいなんで先にやっててくれということで始めております私が「ライムスター歌丸」そして番組構成作家古川うですということであのもう古川さんとももうねあのもう二人きりではすっかり話すこともないんですけどそうですね目も合わせないそうですねもう30年以上もう30年以上経つとやっぱこういうふうな30経ってます全然経ってます30は少は2525 あのいやその前から知り合いだけど、はい、あのちゃんと話すようになったのはライムスターのインタビューからだと思うんでそれが多分1999とかのインタビューだと思うんで「ビーボイパーク」B、の年あのかリスペクト」とか,のの年かアルバムの時の、はい、その時にすごい緊張するっつってきてその時に例の,あの主語のカウンターとかしてると思うんですよね。 ああ、死後のカウント。死後のカウント。とにかく、その、すごく、まあ、気合を入れて臨んでいただいてないましたのインタビューに、で、すごい発行した。その、いろんなあれを、こう持ってきていただいて、で、俺たち、がお、おお、お来た、なんか来た。おお、みたいな、なんとかですよね。おお、みたいな感じの、インタビューをやってから二十五年ぐらい。ああ、そうですか。うん、まあ、でも、たった二十五年って感じもしますけど。うん、今度、あのね、あの、先週も告知しました、松尾清さんとね。ああ、松尾さんなんかも三十年以上になりますからね。松尾さん。 一番古くていまだに付き合いがある人って松尾さん、あでもジェンスーとかも古いああ、ジェンスーより松尾さんが古いですね。ああ、そうですか。はい、<ー>ジェンスーはやっぱり後から入ってきた後輩なんで松尾さんは僕が、要はブラックミュージックレビューというところでプロとしてというかおげん、うん、お給料、ギャラをもらって原稿を書くようになって。うんうんうん で最初にあの鈴木ロスさんっていうブラック、はいはいはいそのなんていうかもうベテランというかね。オウゴショというか。で鈴木さんにまあいろいろ目をかけていただいてでえっと鈴木さんちかなでなんかにあの呼ばれてなんかまあレコードキングルみたいなそん感じなんだけど。そうですか。その時に松尾くんもんだからつって感じで。で松尾さんと初めてその時はしたのかな。え僕その辺りの話実はあんまり聞いたことないんですけど。松尾さんと年の差って歌松さんどんくらい？一個下じゃないですか松尾さんのが。一個下？うん。 そうなん1個下か早生まれ遅生まれとかその程度の差ではありますほとんどほぼ同じそうただ松尾さんはやっぱり最初からあの勢いの松尾さんなんで正直僕やっぱりそのなんていうかなたまにあるだから y o さんとか同年代で会ってああこんなすっごいかなわないかなわないみたいなああ全然全然もうああんか要するに口が立つみたいな意味では自分の右に出るものはいないなんて思ってたけど はいはい、そんなことは全然ねえなっていう人の何人かですねやっぱ松尾さんはねああ<ー>、うん、なるほどなるほど、えー、だからまあ今回も,もう大変ですよ<ー>もうマウントが <laughs> <laughs> マウントがね <laughs> あいやいやマウントが分かりませんけど楽しいね、うん、トークが大だと思います、まあ、そうなんですねあそう ブラックミュージックレビューで歌松さんその佐々木シ郎名義で書き始めるじゃないですか。だからいまだに佐々木さんって自然によると佐々木さんで佐々木さんって言ってからあ歌松さんですねみたいなこと言ってもういいから佐々木さんですってみたいな感じです。だからシ郎ウくんでもなく佐々木さんです。松尾さんは決まってなるほどその距離感なんですね。そう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 まあ当時私ねあの佐々木シ郎って名義であのとにかく硬い硬い文章ででしかもそのそれまでのそのまあそれまでのやっぱブラックミュージックレビューあるあるなんだけどちょっとこう表がゆるゆるだったとこをある意味すごいチク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  批判する形で先週、ギャングスターのファーストアルバムって紹介してたけどあいつはファーストアルバムこれ聞いてねえのかみたいなびっくりしてしまいましたみたいなことをすごい丁寧なバカ丁寧な口調で書いてずっと俺、50代だと思われた編集部編集部編集部っていうか周りの人から佐々木四郎って50代ぐらいの人かと思ったら当時まだ20代ですから前半とか前半とかって下手すりゃお若いんですねなんてて。 ええーうん、だからまああの。 細田秀夫さんという大先輩がいてそれがそのサークルのその文体がねそういう感じでとにかく漢字が多いと喜ばれるとにかく漢字が多い文章だと細田さんが喜ぶって聞いてサークルとしてのノリとしてまずそもそもそういうのサークルとしてっていやもっとね他の先輩はそういう軽い文体の人もいっぱいいたんだけどやっぱね細田さんに認められたいっていうのもあって「おうほほほほしろ」っつってね「いいねしろおほほっほっほほほほっつってそうでまあなん ほう白も白もそう思うだろうああそうですねなんつってうん、うん、っ慕ってるからすごいもう大先輩だからさそこでやっぱ細田さんのあれで何とかは何とかと言わねばならぬのが現状っていうのがやっぱ出てきてうん、うん、やっぱ我々の中でもう定番フレーズとして今やもうラジオリスナーにも定着してね, <laughs> ね,してねあれ元は細田さんの文体ですから、ね、し,かもしかも当時の,その俺たちが出してた小冊子だから情報とかないじゃんインターネットとかないから、うん、当時はね しかもほら昔のレコードだったりするから今のものだったらまだ今の雑誌とかを取り入れてできるけど昔のものだからいよいよ情報もなくてでマイナーな比較的マイナーなブラックミュージックのアーティストだったりするから結構そうんていうかなもう本当にクレジットにらめっこしてこことここの人が同じだとかこれとこれと同じ名字が同じだとか。でそうそうそうだからこことここの人が同じならまだいいんだけどしまいには名字が同じだとか名字が似ているとかあと顔が似ているとか本当にそういうレベルで推理っていうか。 だから、なんとかとなんとかは、おそらく親戚と言わねばならぬのが現状とか、そういう不確か情報、不確か情報を、でも、と、要するにわれわれとしてはそういうふうに判断せざるを得ないのが現状、だから、ちょっと断定しきれない感じっての入れてるがゆえのい言方なわけ点と点を線でどうにか結べるんじゃないかていうことですよね。あとはもう一つ、もう嘘だと分かって書いてるパターンね。 キャメオってワードアップのおなじみキャメオのラリー・ブラックモンって人がいるんだけどドン・ブラックモンマンかなドン・ブラックモンっていうファンクの人がいてすごいんか髪をビーズで編んだようなすごいえぐいっていうか我々から見るとえぐめのジャケットの人なんだけどその2人がラリー・ブラックモンとドン・ブラックモンは親戚と言わねばなるのが現状とか言って全然思ってないのに絶対思ってないでしょみたいなことを書いたりとかあとなんかすごい造語。 キャタピラファンクとか勝手なあそういういややつも俺すごい好きなのはドクター・ルーパーはい、はい、ライムスターネイチメンバーだったはい、はい、マインベレートとかやってくれたドクター・ルーパーのうんなんだっけな、えー、ベースの。 といういわゆるぼっぺけンっていう両方擬音なんだけどって要は今で言うスラップとかのことなんのチョッパーのことなんでうんぼぺといういわゆるぼっぺけ音っていわゆるじゃんどっちも擬音じゃねえかみたいなそういうね学生時代のそういう人員を経てですね細田さんとかから白っ書かないって最初別冊とかで書いて鈴木宏さんがそれ編集だったんででまあ その別冊に書いたら、今度は今本紙の方から毎月書きませんか、うん、って言われて。はいはい、忘れもしませんけど、うんえー、あれですね。ね、ね、あの N. W. A. の,、はいあの。あの、あのエフィルフォーザギン、あの逆さ読みですけど、うん、エフィルフォーザギンと言われる。うんうん、あのアルバムが最初書いた。書、うん、最初書いた。僕もだから、最初はラッパーじゃなくて、ライターとして最初に佐々木史郎っていうのを。 なんか読んでるうちにラップやってる人らしいっていうのが多分ご自身でお書きになってたんですどっかでそうかも先月ながら自分はラップやっていてライムスターという名前で「オー俺リ言わせらってアルバムが出ますのでみたいなこと書いてあってこの人ラップもやってるんだってことは若いのかってやっぱり僕も思いましてその順番やっぱり50代ぐらい文章上50代とは思ってなかったですけどラップをこの人自身がやってるのかそういう感じの文体じゃないんですよねのラップイメージとかけ 離れてたんです、ね、今にして思えばやっぱりあともうやっぱちょっとその蓮見さんとかの鷲見師匠さんとかのまあちょっとこう何ていうかな古風なってかこうぐにぐにとだねそういう文体もひょっとしたら意識してたのかもしれないだから丁寧に書けば書くほど嫌みったらしいみたいなそういう感じは狙ってたのかもしれないですね。 ライムスターのアルバムも多分当時、横浜の HMV かなって聞いたらやらしてやらしてですもんね、分かんないの、だから誰がこの佐々木四郎なのかが、じジャケも含めて最初、全然分かんなくて、あれ、こっちの人あれこっちの人みたいな感じになって、あんまりその辺の話すと恥ずかしいんですけど、そんな感じで松尾さんとのトークやりますよって告知をしてるんじゃなくて、古川さんとも付き合いが長くて、もう話すことがないよってことです。 話すことがないけど、まあメールがねこの身永と並んでおりましてですね。まずはメールを読んで、で身永くんが作業終わり次第交流してもらい、で最後に柴田くんにイベントの告知をしてもらい、ピリッと引き締めてもらって。多分まあいろいろ思うとこあると思うんで、彼もね、もういや別にいいんですけどみたいなあると思うんです。なん食べてます今？食べてね。あ、食べ終わった。食べてたのかもしれませんけど。食べてよく食べそういう時間でございますね。ということで、メールなんですけど。 いろいろあるんだけどどこから行こうかと思う週末が結構ねいろいろあったんですよねそうなんですまずやっぱりその我々の、えっと、ライムスタープラス竹内和武バンドの大阪ビルボードライブとかりまして。はいはいはい でこちらのメールいっぱいまだあれんよっていただいてで番組のちょろっと紹介しましたけどとても紹介しきれないぐらい本当に皆さん、えー、熱いメールを読んでいつも言ってますけども、うん、あの完全に目を通して非常に何、うんはい、な,なら何度も読み返したりとかするぐらいで、うん、あの非常に励みになっております本当に皆さんありがとうございますというところで、うん、代表的なところというのもですね難しいぐらいいっぱい来てるんですけどしまたいろんな人た、ね、立場の人とか送ってきてくれるから、うん、月曜に来てるやつと放課後用に来てるやつとかちょっと入り混じってるんですが、はい、ちょっと純不動でご紹介します。 ラジオネーーームアッキーさんこんばんこばは初めてメールします私は大阪に住んでいるんですがこの方とかひょっとしたらこのポッドキャストの存在気づいてるどうなんだろうな放送読み送ったのかな、うん、私は大阪に住んでいるのですが、えー、娘がラジコでこの番組を聴いていて、うん、それでライムスターというグループを知りました、えー、そして昨日11月24日のビルボードライブ大阪に行き初めてライムスターのライブをラに妹と参加しましたです、ね、<ー>えそのパワーに圧倒され元気をもらいました早速今日 CD を2枚注文してしまいましたありがとうございます <laughs> えちょうどいいと The is yours の入ってるザー ベストオブライムスター、2009から2 0 1十、ありがとうございます。ベストワとうん、うん、アフターシックスと、ええー、西原商会の入っているオープンザウェインド。ありがとうございます。はあはあ、今回は娘が行けなかったので、次回は娘も行きたいと言っているので、ぜひもう一度大阪でライブをしてください。寒くなってきました、喉を痛って、どうぞご自愛ください。ご丁寧にありがとうございます。いいす大阪はですね、その今回みたいな、そのバンドセットライブは、また、ね、そうそう、あの、初めて来られたんだったらね。うん、バンドセットライブ、なかなか、あのー。 まあレアなというか機械なんですけども普段のターンテーブルライブの方もねまたいろんなまた違う趣でやっておりますのでそちらもぜひお越しくださいませというアッキーさんでございますとかですねえもうちょっと読みますねえもうなんつうかみたいなこと、ラジオネーム高村さん。 えー、11月2四日、ビル・ボード・ライブ大阪、お疲れ様でございました、ありがとうございました、まずは大阪まではるばるお越しいただきありがとうございました、うん、まあいやいや、まあ、ちょいちょい言ってんですけどね、いろいろね、うんえー、初めて生の日のライムスター、バンドの皆様、本当に最高にかっこよく、本当に幸せな時間でした、ありがとうございます、個人的なことで申し訳ないのですが、私はコロナ禍以降ぐらいから心、えー、療内科に通うようになり、趣味だったライブ参加を楽しく、楽しいと感じなくなって<ー>いましたと、えー、どれだけ好きだった、推しだったアーティストのライブに参加しても楽しいという感情がか,かず、そんな自分にヘきヘきとしていました、まあうん、そういうそう,いう時もね、うん、ありますよ。 別に無理してそれをね、なんか、ひかんに感じることはないと思うんだけど、しかし初めて見るライムスターのライブをほぼ最前列で、えー、最前席で浴びた途端に、今日は楽しめるのかなという余計な考えは消えされました。うん、とにかく、病んでいることを忘れるぐらい最高に楽しい時間、ああ、ならしいよかった。ったああ、よかった、本当にありがとうございました。個人的に兵庫県民として、今このタイミングで、The Choice is Yours、e、を聞けたことは感慨深くとても感動いたしました。なるほど。うん、それと、一つだけお聞きしてよろしいでしょうかと、ちょうどいいの、えー、っと、深夜も稼働の、 バルトね。バルトナイン。うんうん、バルトなんてどうという歌詞、うんえー。今回の大阪の映画館の名前に変えてくださって感動したのですが、うん、本当に申し訳ないことに音響のせいか、あまりよく聞こえませんでした。うん、これすみません。もしよければ、どの映画館の名前を挙げてくださったのか教えていただくことはできませんでしょうか。歌野さんが大阪の映画館にも精通しておられることはすごく嬉しかったです。うん、本当に最高の時間でした。ありがとうございました。という高村さん、ありがとう。こちらこそ、うんうん。何よりです。楽しんですい,いですね。良かったです。まあ、そのね、なんかそういう時もありますけどね。うん,うん、うん。全然焦ることはないんですけど、まあ、その中でも楽しめたのは何よりでございます。というところで、うんえー、ちょうどいいの 深夜も稼働のバル,バルトなんかどうっていうのがもともとのね、うん、バルトインに。はい 深夜、まあ、も稼働ななんんだかから、まあ、ルトぐらぐいいしかないんですあのー、最近はそこをまあ,あのその土地土地とかそのライブの時例えば、うん、あの近くに映画館とかない山奥系のああフェスの時とかは、うんえっと、音楽フェスでバンドあのはしご何,何,何バンド可能みたいなああ,あなるほどで済んでライムそのうちライムスタンドライブに長官どうみたいな言いかえもしたりすることもあるしああある都市だったら映画館、まあ、大阪だったらまあ、うん、そうどこ,どこのこと言ってるかちょっと今あえて今伏せてますけども大阪だ だったらこことか、うん、まあ例えばブルーノートだったら青山ならイメージフォーラムなんかどうとか東京だったらこうですでそんなことやってる中おっしゃる通り高村さん私言い換えたんですけどどこに言い換えたかというと。うんうん この次の方のメールに書いてありますので、いいラジオネーム、ブーブー探索さん、さん、24日のビルボード最高でした、ありがとうございますと、ねえー。この方ね、大人の空間には最高のおしゃれが必須、私も最高のベベ、フィフティーズビンテージ身を包み、おお、かわいいですね。えー、仕事帰りに、梅田のトイレで着替えたイケイケの友人と、えー、合流し、ボックス席で美味しい食事と、修復の時を過ごさせていただきました。梅田、うん、のトイレでわざわざ着替えるほどの何かこう、いやでもなんかその揚げ感がやっぱいいですよね、うん。でね、私はライブ前にシネヌーボで映画を2本見たのです。ほう ヌーボーとビルボードははしごしてたのです。うん、歌真んの歌詞に出てきて、一瞬のことだったので違ったらごめんなさい。それ私と。はい。ということで、死ねヌーボあー。ああ、そうだったんだ。はい。 えと大,阪なら大阪ならこの間も言った「シネヌーボーなんかどう?で」で、えっと、午後の,あの第2部の方はちょっと言葉詰めすぎたなと思って「うん、大阪なら空城のシネヌーボーなんかどう?」って言った。なるほどございます。えー、その日ヌーボーで見た映画がものすごく良かったので紹介させてくださいですって。えー「久高島沖縄久高島の遺法、うん、えー、沖縄久高島のイラブっていう,うー遺財宝は久高島で12年に一度、えー、牛年に行われる30歳以上の女性が寝食、うん、要するに うん、新職者となるための、えー、祭礼で、えー、沖縄久段島の遺財法は1978年に準備から4年間の、えー、本祭まで収めたドキュメンタリー。まあ、祭りの、全然知らないですね。東京での上映は終わっているみたいですが、関西ではまだまだ新年の予防で上映中ですし、とうん、来週から元町映画館でも始まります。 四国から衣装意識スーツに入れてのスーツケースに入れての旅が大変です四国からいらっしゃるだから着替えた。ライムスターの皆さんのビットした姿を見て靴からカバンまで持って行ってよかったと思いました。これやっぱおしゃれして上がるっていうね。やっぱねああいう場所でやるにはちょっと自分もピシッとした格好で行くのが楽しいですよね。もうもう上げとしてね。そうそうそう。ブブタンソさんもありがとうございます。そして高村さんお分かりいただけだろうかシネルのックスジオにある本当にすごくあの良心的なイケてるはいあのメガザさんでございます。私もあの現 現状大体年一ぐらいで森田善光上映とトークでえー伺っておりますし今後もねあの、まあ、お父さん大阪の大阪ってライブスター実はめちゃくちゃライブ行っててフェスも出るし自分たちのツアーもあるしでこういう,こう生バンドもあったりとかうん、うん、結構な頻度で行ってる方なんで必ずや機会はあると思いますのでぜひよろしくお願いいたします。うんうん あとね、どれにしようか、皆さん本当にすみませんね、もうメール。本当にたくさん届いてるんですよね。<の>すごい読み切れなくなっちゃってるかもしれないけど。うん 例えば、これにしようかなじゃあ国分寺のアナコンダさん、うんえー、先日土曜日、キングオブステージビルボードライブ大阪第2部に参戦していましたと1曲目のワンサーゲンから会場は大盛り上がりそして歌村さんがライブ冒頭に生バンドは各セクションを注目すると面白いとおっしゃったことをきっかけに、うん、私はそんな見方もあるのかと思うね、うん、そ,のそれぞれのミュージシャンに注目してみるといいですよとケッ、うん、ちゃんこと高橋優子、えー、に目を奪われ始めたのに、うん、パーカッションケッ、ねうん、ちゃんかっこいいですから、うん、するとどううでしょう時に繊細に指先で時に大胆に手のひらで、うん、気づけばスティックを持ち激しくして、えー シンバルやその他楽器を打ち鳴らす八面六臂の大活躍をされているではありませんかツア、うん、ー最終日ということもありバンドメンバーからの熱い気持ちも聞い一人一人にちょっとコメントもらったんですけどうん、うん、ライムスターメンバーがツアーメンバーを大切に思っている気持ちがこちらに伝わりビルボードならではのセットリストの中お酒を楽しみつつ音楽って本当に素晴らしいなと思いたく時間と空間でしたというね。うんうん、はい 浮気総裁が盛り上がったガラパフス大阪では聞けずまた聞ける日までライブに通いますそうなんですちょっとセットリスト変えたんでねいいですねけっちゃんいいです素晴らしいですよけっちゃんはまたすごい売れっ子だからまあ忙しくってですね引っ張りだこですよねそうなんですよああの僕朝一での新幹線本当に文字通り朝一の新幹線で帰ってきたんですけどけっちゃんも同じ新幹線でそのまま次の現場だって言ってましたさすがだなマジでっつって そそうそうケッちゃんといえば一個そう思い出したあの歌丸さんたちが「ライムスター」が日曜日にライブする前の金曜日に、うんえっと、小林大吾が、えーえー、渋谷恵比寿でライブやってたんですけどうん、うん、でそれは和武さんと小林大吾のユニットというか「はい、アグロと夜」っていう年一で彼らがやってるライブがあったんですよ。でそう相変わらず和武の MC の長さみたいなのも<ー>満喫した上で一人なんかねあのみんな割とこう。 あの普通の格好ってあれですけどまあライブ見に来る格好なんですけど一人なんか背中に天使の羽みたいな多分コスプレ用なのか分かんないですけどそこそこ横に広がってる天使の羽みたいなのをつけて。 ペンライトを持って明らかにちょっと小林大悟とかのライブの客層とは違う人みたいな人で女性なんですそれが。ですごいもう白の上下で決めて変わった人がいるなと思ってたらそれは会場に知り合いがいて聞いたら中国のまず方で中国のミュージシャンらしいんですよで日本のいろんなライブのビデオとか見てるうちに。 ケッちゃんのことを見てうん、うん、でこの人すすごいいって思ったらしいんででよも全く名前とかもう全く分かんないからずっとなどのくらいの期間か分かんないんですけどとにかくこの人は誰なんだっていうのをずっと調べててこの人高橋由子っていうパーカッショニストなんだって分かってうん、うん、で日本に来てうん、うん、でそのライブをどっかでやってないかっていうのを探してうん、うん、で最初何,何のライブ行ったのかなで そのうちにだんだん、そのカズタケのことも知り、そもそも僕の番組ね、カズタケとケッちゃん、ずいぶん前のキーボード、秋のキーボード祭りの時に一緒に出てもらってて、そうです、そうです、そうです、で、そのにあに、ケッちゃんから借りた、あれ、なんだっけ、花本を、カズタケが強く叩きすぎて、その時打ち破っちゃって、なんかよくしたね、今が、いう事件が起こって、その時にもう僕、ケッちゃんと会ってたんです、そうで最初も来てもらってたから だから未だに日本語わかんないんだけどもうん、うん、そういう日本でそういうケッちゃんとかケッちゃんの周りのミュージシャンのバンライブがあると来るっていう人らしくてでも基本まだ日本にいる方ではなくて中国からわざわざ来てるらしいんですよ。という人に会ったんだなと思いました。うんうんうん じゃあ大悟やって小林大悟やってでケちゃん多分愛子さんのライブ 2days かなんかやってで俺らやってで翌日またいう感じかすごいんですよねしかもその寄せばいいのに俺たち村がちらっとおの本を見ましたけどもう別れがたくってで打ち上げで盛り上がったのはいいんだけどでもう店もないからって部屋飲みしちゃいましたから何やってるんだっていうねそれ何時頃なのそれってもはや1時2時ぐらいかな時ぐらいでうるさいっつって。 <laughs> てめえ何に盛り上げてるんだ 数だけうるさ俺が,が言ってんのもうるさいんだと思うんですけども、ラジオネーム、宗真彩さん、この方も昨日大阪のライブスターライル、とても楽しかったのでメールします、ありがとうございます、うん、と、えっとね、この方、京都在住なのですが、これまでラジオやブルーノートライブなどの話を聞くたびに、落ち着いた会場での雰囲気や臨場感、とても良いんだろうなと、指をくわえていたのですが、うん、大阪でも着席スタイルでのライブがあると聞いて、すぐに、えー、妻と高一、中一の娘と家族4人分で申し込み。お<ー>、うん で当たったということで、いいですね、そうなんですよ。で、えっとね、えっとまあ楽しんでいただいたと。うん、いらっしゃいとマイクに叫んだ最前列男性の関西乗りもほっこりしました。これあのあちょうどいいのところでちょうどいいってこう言うところでうん、うん、なんか。 不規則い何だか聞き取らなくてなんか言っててさっき何つったのったらいらっしゃいっつってああっつってさすが大阪ですね D さん勝手に歌詞変えないでくださいってツッコんだりしてましたけどねでこの方ね高一の娘歌丸さんスマートでかっこいいしトークも完璧するありがとうございます D さんのツッコミもばっちりやんなと大尊敬だわと喜び中一の娘はさんかっこよかったと申しておりましたということで娘が来場者の中で一番若いのかもと思っていましたが帰りに小学生くらいの女の子を発見しまあまあまあお子さん連れもいますよねから老人まで お,のお年寄りもいましたということで楽しめる、うん、本当に日の落ちどこのない最高の時間でしたとありがとうございます子どもたちにとって人生初ライブがライムスターだったことは大変思い出になりましたそれはいい経験になりましたね、うん、帰りの車で、えー、ライブで演奏された曲をみんなで聴き返していたら娘がブルーノ・マーズが聴くなくなったというので何でやねんと突っ込みながら余韻を楽しました何か共通するものま,あ、まあでもファンクですからいいんじゃないですかね岡山のなナコさんは、うん、えっとね質問があるようで大阪に行ってきたとその際に感じた質問、うん 「WeLoveHipHop」という、ね、曲をとあるこうマッシュアップアレンジというかしたんですけども WeLoveHipHop のアレンジの中でヒップホップの名曲とのマッシュアップがありましたが、うん、ああいうア,アイデアはライムスター柄か,から出るのでしょうか、うん、もしくは a b u n m の竹内さんから提案があるのでしょうか素晴らしすぎるマッシュアップに感動したのであの曲のゼロから1は誰なんだろうと思った次第ですと、うんうん、また今回のようなバンド編成におけるバンマス竹内さんの役割は非常に大きいとは思いつつ竹内さんの具体的な役割を教えていただけると嬉しいですということで、うん、まず、うん えっと竹内一武の役割というかまずこのメンツをまず集めたのが竹内和武ですね我々がその一に何かまあこういう感じで、えーまあ、生バンドでやるとしてだから本当に一武にある意味全部相談してで どの曲をやるかとかも、ま,あ、まず、つ単に、どの曲がやりやすいですかってところから、最初初年度とかは、うん、どの曲がやりがいがありますかとか、どの曲がバンドだとやりやすいです例えばさ、そのさ、ホーンがいないから、この編成だと、ホーンがあんまり効いてるような曲、うん、あの、例えばソイルとやってるようなタイプの曲は、あんまり向かないわけですよ。とか、まあ、あの、アレンジ変えるにしても、うん、まあ、 だからカズタケが例えばなんとかこういうのこういうのこういうのって言って初年度は割とカズタケと D の間でカズタケがこういうのをやりたいって言ったやつとかを、うん、初年度ってか MTV アンプラグかなはい、はい、MTV アンプラグだをベー,スにベースに作っていで初年度のブルーノートの時にもだいぶやれる曲、うん、再現したりするのはだいぶできるようになってきたんだけどザ・サウナのボのサノバーレンジとかはカズタケが勝手に作ってきました。うん、あー、まあ、まあまま 言われてみるとなるほどね。で、ウィーナーヘップポップのこのマッシュアップは、これはー。 ビーボーイズムの現状があれじゃんあれもそれもとある曲とのマッシュアップなんですけどうん、うん、これはね完全に D さん,うん、うん、D さんがこれ絶対合うと思うっつって DJ 陣が DJ プレイってよく書ける俺たちの中でそう超定番な、はい、あの DJ 陣の DJ プレイの明け方だったら絶対盛り上がる曲なんだけど、うんまあ、絶対合うよって D が言ってやってみたらあこれめちゃくちゃいいねって言うんで、うん、それは定番化してる。うんうん、ラブヒップホッププホも多分 D だったんじゃないかなこういうアイデアは<ー>多分だけど僕なんとなく見ててライムスター側だろうなと思って思、うん、多分そう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 、うん、だし D だと思いますね、うん、でえー、で,でも今年のブルーノートはやっぱりそ,のそれまでやってきたこともあるからちょっと変えようよってなって、うん、例えばえー、っとまさにガラパゴス うん、マラパウスをちょっとハードロックなっていうか、うん、ハードなアレンジでっていうのを僕が出しました。うん、なるほど、面白いと思いますみたいな感じで、<laughs> どっかそういう感じですかね。だから今はそれぞれアイデアある人が出したりはするけど、うん、でもやっぱり数だけが、うん、あので結構数だけがいっぱいや、その準備してきてくれじゃんこれもこういう感じでアレンジできますみたいな。そんないっぱいいいよみたいな準備大変だからさっていうんだけど、まあ、あの、やりたいからっていっぱいやってきてくれちゃって。 なんで、えっとまあ、どのメンバーをどのように使うっていうところとどの曲をやるっていうところで、まあ、数多け数竹7。 違うカズタケ 6D3 他の人1ぐらいの感じかなとかかな分かんないちょっと正確じゃないかもしれないけどででセッションしながら細かいところはここもうちょっとこういうふうに叩いた方がいいとかここはこういう展開入れてみようかみたいなことはカズタケが行ったり D が指示したりみたいな感じで少しずつみんなでやっぱり演奏しながらブラッシュアップしていくという感じでしょうか。 ね、僕はあのこれ前 D さんとちょっと話したことあるんですけど、うん、僕はも一武さん結構そこそこ長いんですよ付き合いがうん、うん、であのー、明らかにただね一武さんの作るトラックとかって昔から結構聞いてたんですけどやっぱアンプラグドでライムスタートやってから結構ガラッと変わったように感じるんですよ。うんうん、そう,、うんそう D さんにそういう話をしたら結構いろいろなやり取りもしてるしそれはそうかもしれないって話してて和茂さんってもともと音楽的なルーツいろいろある人なんですけどやっとハウスとかあっちの結構バンドを生演奏でするみたいなことをだから割とね僕の感じではビートに対する感覚っていうのが昔は今ほど多分ねそんなにこだわる人じゃなかったんですよ多分。でもねライムスターや で今その小林大吾と一緒にやったりしてますけど、ええ、ビートの感覚が全く変わってると思っててそれは僕はにとってはあの特に大吾と一緒にやる時に関しては、うん、明らみにプラスになってるので。んさに そうなんですよっっって言たらややぱりりいいろろ取しだからそこの2人の間の特に MTV アンプラグの時のブラッシュアップみたいなのはすごく大きいでしょうしちなみにそういう意味では他の例えば打ち上げでさ本当に我々もすごい手応えあったからなんとかすごい幸せな打ち上げでお互いがもうさ「いや本当にいいよね」みたい俺たち本当にいいよね」みたいなでも皆さんあちこちで活動されてる方だからと思うんだけどやっぱり本当に嬉しいことに各メンバーとにかくクライムスターとやるのは特別だって言ってくださって。 で例えばあの柳葉明くんねベースの柳あの明くんとかはすごいこれもう僕ね、まあ、彼も嬉しがってるけど僕もこれ聞いてすごい嬉しかったのは。うんその 自分がベースプレイヤーとして本当は一番こだわってることっていうのもあるけどその日本のやっぱりそのいわゆる j p o p の的なその風土の中で活,活動してるとやっぱりそこを正直まあ分かってもらえないんだろうなっていうか自分が本当にこだわってるポイントは分かってもらえなくて当たり前っていうつもりでまあ諦めじゃないけどやって るんだけどうん、うん、やっぱライムスターとやるとその一番分かってほしかったところが一番受けるし一番分かってもらえるっていうお,<ー>そのお客も分かってくれるし、うん、あのっていうだからその要するにベーシストとして特にリズム大の人みんな言うんだけど要するにリズム中心な音楽じゃないから J−POP って。 あのい一番分かってほしいことが分かってもらえる場だっていうことは言ってて「ああなんて嬉しいんでしょう」っていうい,いです、ね、素晴らしいです、ね、うん感じのことを言ってくれてたりとかね、えー、するわけです。具体的にねどういうとこなんでしょうねでもやっぱりそそれは例えばその、うん まあ僕そのドラムに関して例えばえっと脇山浩介君のドラムっていう時にドラムってやっぱりそのもちろん上手い人っていっぱいいるけどこれヒップホップ的な感覚が入ってるというかねヒップホップ以降の感覚が分かってる人と分かってない人は結構やっぱり少なくともラップする側からすると違うんだとでそれは単に上手い下手じゃないっていうか正確に叩けばいいというものではないんですっていうそのかといって適当ということでもなくそのしっかり しっかりこうあるこう例えばちょっと遅らせるとかちょっとここはちゃんと休むとかそういう,こう打ち込みの感覚の良さみたいなものも入ってる人じゃないとダメでとかっていうそのやっぱり今のグルーブってことなんだと思うんですよね今のグルーブ感覚うん単にむかだか昔のファンキーみたいなファンキーな曲みたいなそれとも違うんですよね。 あのー、要するにやっぱり今の音楽ヒップホップ以降のジャズをやるにしろロックやるにせようん、うん、他の音楽やるにせよやっぱりその、うん、まあヒップホップというかそういう打ち込み的なグルーブがさあ、うん、生にどうやってフィードバックされるかというような時代の中でうん、うん、ここなんだよねっていうところをやっぱしやるとでしかもそのかといって僕らは別に機械的なことを全くやってるわけじゃなくて、うん、全員クリック聞いてないわけだからうん、うん、だからその こういうグループ感が気持ちいいんだよねっていうヒップホップ以降のその感気持ちよさを全員が共有してせーのでやるっていうそ生で再現できるってうことでそれができるメンツであるとっていうことですねあのこれは笠木も言ったかなとにかくその自分たちの自分の要求に応えてる能力がある人たちだからみたいなことも言ってたドッキリ要求して決して簡単なことを要求してるわけじゃないですっていうのはやっぱりもうベースなんかモノにそうだけど俺たちがループで組んできた曲はいはいそんなもん 人間がくよよううじゃなないですそそそももあとだ例えばビーボーイズムをオリジナル通りにやったりするとわざわざ1小節だけあまりがポンってきたりとか当時はそういうイレギュラーな展開がいつもミュージシャンのメさんーに謝って「すいません」と「そういうのがかっこいいと思ってたんです」みたいな「でもそういうのがかっこいいと思ってたんですすいません」って言うとやっぱミュージシャンシップな人ほど「いやだから面白いんじゃないですか」って普通にやって手癖でやってたら絶対出てこない。 何かかだら面白いんんじゃそこでピッと緊張感が走るしでまたバンって戻るみたいなのが決まった時はだからもう多分大阪のもう2日とかはもう多分俺らすごいその全員のリズムがもう多分仕上がってて抜いて出すみたいなのがもうバンバンみたいな何の合図もしてなくてもなんかそういう状態になっててそういうだから給付のところもちゃんとグルーブっていうか一ッ重要ですからね抜きはね。 曲のんかそうだな解釈というか早いのか遅いのかみたいな当然「原原曲曲よよりりくくななっっててるるるののももああれば遅わけですサイレントナイト」がすごい遅くなってるで原曲聴くとちょっとせわしなくもはや感じるっていうようなこの曲のだからやっぱり本来適切な情感にはもうちょっとこれは遅いほうがもちろんあれはちょっとねパンピーの作り方やってるからあれあれでそういうああいうものなんだけどもとか。 っっていうこととがあったりとかな,、ね、なかなか早くすることあっても遅くするっていう判断はねななかなやなかなか難しいというかむしろ D とかはやっぱ結構そこを厳しく早いっつって、うん、もう本当にセッションじゃないけど、うん、こうやってやって「早い!うん」っていう。で今早いと本番じゃもっと早くなるから絶対だめっていうこと。 本番は絶対に走るっていうことです走るという走るとはちょっと違うえっと、要するに多分アドレナリンが出てて体感がギュッと短くなるんだから放送とかでも起こるやつだだからどうしても早めにはなるんですねあの走るっていうのはそのビートがバン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 前倒ししちゃうってことはそうじゃないんですあのちゃんと叩いてんだけど早いみたいなことになりやすいんだけど本番は絶対速くなるんだから意識してそこはグッとブレーキをちょっとかけとかないと特にこの曲の次の曲が速いんだからここはあの あんまり早くしすぎちゃうとダメなんだみたいなとこは厳しくやってましたよね。なるほどね。ね。あともっと言えば細かい話ですけどその間の曲が終わりましたジャ、うん、ーンってやってる俺が何か一言言ってバンだとしたら、うん、その一言の言い方にもグルーヴがあるので、うん、やっぱりその「あごめんごめん俺さっきちょっとそのこの曲の入りのしゃべりが早かったわと」と、うん「そこをちょもうちょっとそこでそこでもうちょっとテンポ感取るから」みたいなこと言ってやったりとか。 なるほどで,で今度は取ってやったらちょっと待ってとちょっと鈍重になったなっつって、うん、やっぱここはさっき戻そうっつって、うん、ここはやっぱりそのこう元の通りのこう機械的にここはやった方がよさそうだなとかそういうのをまあ調整してって何が一番効果的かを探ってった結果なんで,でしかもそれがライブでバトルプルーフされた後なんでまあ大阪は相当仕上がった状態で行けたと思いますねこれね。 なるほしか、喋りも実はリズムのコントロール当当然然でですすいつも言ってますけどライムスターの MC はただの遊び時間じゃなくて曲に行くためのどんだけ長く見えたとしても最終的には曲に行くための機能なのでちょうどいいとか分かりやすいですけどなんとかかんとかでちょうどいいとか。例えばそそうだなしてまた歌い出すから に行くという流れがブルーノートでやったんですけどそしてまた歌い出すそしてまた歌い出すって繰り返してそしてまた歌つでここだんだんトラックが下がってたとかだんだん下がってたり演奏がこうあれなって下がってこう減ってってそしてまた歌い出す like this ってゆっくりんのがそしてまた歌い出す like this って要するにオンビートがキープしたままでいくのかで全然次の曲の入りの印象が just do it の印象が変わるわけですみたいなのを だからなんとかかんとか like this って次に行くだけでもやっぱ全然この調節で話が変わってくるしとかもうちょっと喋りっぽいのにしても実はスピード感ってあってそれをその。うん 実はその絶妙に、まあ、ず,ずっとそれをキープしてるというよりは喋って普通に喋ってるの見せかけて何とかかんとかでって実は多分メンバーだったら特にジンとかは俺の MC からどういくか鋭敏だから多分うん、うん、あもう入ろうとしてる入ろうとしてるい<や><分>もう始まってるぞと、うんまあ、もうもう,もう助走してるっていうの多分分かるような感じで何とかかんとかですからね何とかかんとかみたいなだんだんこう <laughs>、うん、ちょうどいいみたいになったりとかっていう、うん、そういうこうなんていうんですかねやっぱ息の合わせ方。 なるほどね、だから意味としても音としても両方と,も,両方ともその曲のイントロデュースになっていくっていうことです、ね、そうですねそうですねなのでな、ね、というような息がまあどん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 当然バンドと回ってきてということでうん、うん、そうですそれからね、はい、バンドと合っていくってううとすご、ねはいだから大阪の皆さんはかなりクオリティ高い状態のものが見えたと思いますよもちろんこう仕上がっていくっていうのがやっぱ醍醐味なんでとにかく1回誰とも同じライブはないのがこういうのの醍醐味ですから皆さん本当に機会があれば本当にお越しくださいですし東京 東京大阪に限らず、あちこち行きたい、お見せしたい、とにかくお見せしたいんでいやそう思いますし、うん、ライブスターの入り口としてあの、今のバンドのスタイルから入るのは、すごくいい入り口だなって、個人的にも思いますよ、えー、なので、ぜひですね、うんあのー、呼んでください、いろんなライブハウスの皆さんというね。 でございます。バンドメンバーもね行きたがっておりますしそしてその D さんがその部屋のみであのバンド名をちょっと提案してくれましたんではい。次からはそれでいくことる。おそらくそれでいくことになるんじゃないでしょうかけっちゃんはなんかかっこよすぎないみたいなこと言ってない。けどかっこよくないでしょ別にこれはああなるほどそんな話をしたりとかねしてもらしたけどいやそんなかっこよくないと思いますあかっこよすぎないと思いますかあそうですかえ電話ですねじゃちょっと。 私のメール、私のというか他のメール行く前にこれ、はい、えっと古川さん案件というべきメールが結構実はありましてはい、はい、そうなんですよね、まあ、あの警、ー、備もそうですしということで、うん、ちょっとそちらをどうでしょう、はい、じゃあ行かせてもらいましょうかねどっちから行こうかなこのフェスの方から行かせてもらっちゃおうかしら、はい、えと先週の放課後ポッドキャストの中でもちょっと個人的な告知でということでお話しさせていただいた、はい ともくらフェスというフェスがともに暮らそうみたいなともに暮らそうみたいな意味ですかね。うん、ひらがなでともくらフェスというのが、えー、先週の土曜日に無事川口のですねえっ、ー、と波木公園だったっけな要は有リ川口っていうショッピングモールの前の広場で無事行われたんです。うん、はい。で私がそこで、えー、ボランティアとしてスタッフとして参加しているので来てくださいねっていうふうにことを言わせてもらったら実際すごい来てくれたんですよ。これまあちょっと改めて簡単に説明したことを川口っていうのは今日本でも有 の海外から来て日本で暮らされている方々がいろんな本当にとこから来られた方がいっぱいいらっしゃってでまそういう方々のそのなんていうその国の食べ物だとかまあ音楽とかダンスとかみたいなものを文化的なものを一度に楽しめますよというようなフェスでその通りでございますその通りでございます。 リスナーの方ててくれてで僕ずっと会場ボランティアとしてふらふらしてたんですけどうん、うん、すごいいろんな方に話しかけていただいてリスナーの方はいはいはいあの放課後ポッドキャストを聞いてきましたこれが思いのほね私もさっきメールチェックしてたらすごい本当に皆さん言っていただいて、うん、そうすごいメール思いのほか本当にいっぱいい,ぱい,いただいてありがとうございますももしいですどうありがとうございますいつちょっと読んでもいいですかはいえっとラジオネームストライプ横横さんなんですけれどもえポッドキャストでの古川さんのお知らせで知ったトモクラフェス夫婦で 行ってきました、うん、市民の憩いの公園でのえゲートも柵もない開放的でのんびりした雰囲気がとても居心地が良かったですと、うん、でステージや壇上からではないフラットな目線で楽しめるトークイベントや歌ダンスのすぐそこでやってるかも新鮮で本当に楽しい時間を過ごしました、はい、でそれぞれの国や民族のテントはどこを巡ってもワクワクご出身の方たちと日本人スタッフが和気あいあいと働いていてそこに並べられた雑貨や小物が珍しいことかわいいことそしてご飯のおい 美味しいこと、うんえー、タマフルからのリスナーである私たち夫婦にとっては、えー、古川さんにお声がけできたのも良かったですとすでその際私がご飯の美味しさをこれ僕覚えてるんですけど、ええ、どれも美味しい混ぜても美味しいと少々癖のある使い伝え方をしてしまい、ええ、混ぜてもと古川さんが聞き返してくれたのにうまく答えられなかったことを今でも悔いて,悔い,ていますとあの時私が伝えたかったのは、えっと、ベトナムのおこわとフィリピンのアドボ、うん フィリピンのアドボを混ぜたら超美味しかったですよということでした<ー>ベトナムのおこわは日本のとは違い白くてポロポロたくさんの松の実やナッツなどのポリポリサクサクな食感と<う>ココナッツ風味の甘さでお菓子折りの食べ物<う>でフィリピンの国民食であるアドボは醤油と酢をベースにした肉の煮込み料理 合わせて食べると甘いサクサクとコクあるしっかりした肉がベストマッチ、うん、どこかに太鼓判を押させてほしいほどの一品となったのでした<ー>次回もずかぜひ伺いたいですと素敵なイベントご紹介ありがとうございましたそんなのだってミックスできるのがそもそもそのトモクラみたいに同時にねト <laughs> できないからねそうなんですよ<ー>あの三角締めさんもあのブログで書かれてましたけど来てくださっててうん、うん、ありがとう、うん、を全部 食べ歩いいてましたねあのすごかったですけどで現地でも行ったんですけどあまりにも見たことがない聞いたこともない料理なので覚えられないんですよ聞く自分は何を食べたのか何を食べてるのか外見じゃ分かんなかかったりするわけんないのもあります正直何かを煮込んでやる何かの魚の出汁であろうみたいなものとかをよく分からないまま食べてたえうめえうめえ」っつって。 でで二度とただあれをもう一回頼もうと思ったらもう一回トモクラフェス来年行くしかないかなぐらいの,<ー>あの変わった食べ物がいっぱいあってでも美味しかったですね、うんあのまあ、一般のお客さんもいっぱい来て大盛況だったあはい来てくださいましたであのステージ上でもあのメールでお書きになったとおりいろんな、えっと、チベットの人の,、うん、あの女性がまず出てきて「でうん、あのじゃあ歌います」って言ったらアカペラで その自分たちのじ地元のっていうかあの国の歌を歌うんですけど、えー、もう空気がやっぱり、うん、読書だと一気に空気がファッと変わって、うん、ちょっと周りが急にちょっと背筋が伸びるような瞬間だったりとか、うん、であとクルドの人たちもあの自分たちのこう踊りも見せるんですけど。うんね あの人たちマイスモールランドって映画の中でオープニングで結婚式で踊ってるシーンあったと思うんですけど結構高い声出したです。そうあララララってやつあれをやってあの人たちねめっちゃ踊るんですよ踊り文化踊り文化でひたすら輪になって男女も関係なくずっと同じ感じで踊り続けるっていうとにかくパーティーピーボーぶりがすごくてその一端をねやっぱり あのトモクラフェスでは結構出しててこれ去年もあったんですけどもう何だろう会場の人たちをどん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 巻き込んでいってそのサークルを大きくしていってみんなでこうステップを踏んでいくいいいいっぱ参加するみたいなもああるるんでしょうね多分と思いますでそれこそあのブースにいろいろいるいろんな外国の人たちがみんなで手を取り合ってこう踊るみたいな非常に美しい光景ができたりしてですねとっても良かった ですねいやあのー、素晴らしいことだと思いましてが単純に、うん、あの楽しそうおいしそうって感じなんでそうですね、はい、ちょっと私たまたまその週末はね仕事だったんであれでしたけども、うん、いずれちょっと機会あったら行きたいし、うんうん、あのー、ぜひ皆さんね、はい、そうなんですよあのー、これこの「ともくらフェズ」っていうのはあの川口市が一応公演として、うん、あの入ってくれてるんですけども、はい、あのー やっぱりこういうことをやると今、ご時世って言いたくないんですけど特に川口の話だとやっぱりヘイトのクレームみたいなものが特に川口市が公演ということで川口市のなんに行ったりすることもあるんですって聞いてくれますから役所の窓口とかねとはいえ窓口の人だってもちろん当たり前ですけど人間ですし。 あのこういうのって良かったねっていう声よりうん、うん、こういうそのヘイトの人たちの声っていうのが結構数多く来ちゃう,い,ういやこれ何事もそうだけどさ、うん、そこで何かこう,こういうのがあったんでちょっとこの子はとかさ、うんね、そういうネガティブな声でもみんなこう大半というかその参加した人はみんな楽しんでやってるし別に何か迷惑かけるようなことでもなくっていうね、うん、そうなんですよだからそれは本当はよろしくないというかそこをね、うん、そ,っちそっちだけ流通してしまうのはだからあもちろんさこれもあれじゃないだからボランティアやったのはなんかお知り合いの方いたらこういう声、うん こっちからもね、うん、もちろんあの個人情報はあれですけど、ちゃんとお伝えするとか、そうですね、ぜひ皆さんも川口の方に参加した方はね、そうそう、だから川口、例えば川口市のサイトを見ると、ですねこの共同推進課っていうね、そのこういうことをいろいろやってくれてる葛藤があるんで、特、うんえー、に大体こう、ま、なんか、 投稿フォームみたいなのがあったりするので皆さんもしよかったらそこにですねよかったですみたいなことを一言言っていただけると多分現場の励みにすごいなると思いますとかさあの今回行けなかったけど行ってみたいですとかねそういうのもいいじゃないですかそんとにていうか見にくいそんなさまあもちろんそのまあご時世っていうか僕正直その日本人限らないですけどねまあ排外主義が生まれるそのなんていうかな心理的な あれっていうのは、まあ理解できなくもないわけ。おっしゃるとり、そうそうそう。もちろん、その外からよく見慣れない感じの種族と、その見た目の人が、いっぱい増えちゃったら怖いとか、嫌だなとか、あの、こから日本どうなのかなとか、そういう、そういう懸念を抱かれることそのものは、まあ別にその。ある種当然の反応だと思うんです。そうそう。で、あの、で、なんてかな。 あの心ある皆さんは、うん、そのだからそこに懸念を感じたとしても、うん、いやいやそんなことなくてとか、うん、もちろんそのあつは絶対今後もね、うん、あり得るはあり得るんだけど。あのー っていうところで、なんていうかな、そういう、いや、そんな、知ればそんなもんじゃないとか、っていうことがほとんどだ、要するにそ、そヘイトが目的化してるタイプのね、それそれでさ、ヘイトが目的化してるタイプの人たちとか集団っていうのは、それそれで、まあ、なんていうか、僕は全然、もちろんそんなのはよろしくないっていうかね、ダメだと思うけど、まあ、そういう人たちは、そういう人たちで、まあ、いるから、絶対。だかからなんていうか そういうとこにいちいちこう食らわないで、うん、まあそういうもんですよっていうかだ、うん、からこっちは全然こっちでやりますんでそうこだから、うん、例えばさ韓国とかの文化に関してですよ、うん、それこそ20年前とかになか、うん、もうちょっと後とかないわゆるそのん反なとかあったじゃないですか。 でもさもうね、もう本当に一昔前ですよ、要はそういう、俺に言わせりゃ内ち弁慶っていうか、人たちが何言おうともう無駄っていう、それってだからもう人的交流とか文化的交流がもう混ざりすぎちゃってっていう、だからまあそういうものだと思うんです、当たり前だけど、だって俺たち別に戦争もしてなきゃ、別に何もしてないっていうか、よきゃいいんだからっていう、だし今後の日本においてですよ、海外から来た人みたいなものを、 どういうふうに着,着地ってい言い方はちょっとその上から目線かもしれないけど、うん、どうその社会の中でこう、うん、日本だから今まで日本社会は確かに後手後手に回ってきちゃって、うん、で川口がちゃんとそういうことにようやくいろいろ積極的に動くようになってきたのし市としてね、うんうん、すごいいいことだと思います条例もできました。だからそのとってもあの っな動きだと思いまし僕が言ってる真っ当っていうのはみんながウィンする真っ当っていうことなんで別にその歌丸は左翼だからそういうことじゃなくてですね普通に考えて今後考えていけばそこをちゃんといい感じに少なくとも制度とかもろもろ整えなきゃいけないのは間違いなくてんかこうバッドバイブスだけ出してもどうにもなんないんですわっていうみたいなのがあるんで。 これこそ現実主義としての現実主義としての文化交流であり現実主義としての多様性多様な文化のあり方みたいなことでというねどっちがどっちが頭でっかちなんだよっていうありことに尽きると思いますんでこれを聞いてるようなねこの番組聞いてるような人は好んで聞いてるような人は分かってると思いますけどだからこそこんだけだからすごいなんていうかなみんなレベル高っていうか本当に正直ねすごい嬉しかったですこんなに来てくれるんだと思って。 アフタシクジャンクションリスナーは本当に質が高いということを誇りに思う,感じ、うん、う誇りに思います、うん、本当に。感じだと思いますんで。うん まあ今後もあのもちろん川口まあカグチかけですね全国そういうのはいろいろあるんでしょうからそうですねいうのが広がっていきゃいい要するにカグチが今度ダメとなるとこれダメってそのじょう条例とかでヘイトでもダメですよってまた次どっか行って探してねまたね文句言いやすいとこ行ってさうんなんかやるんでしょうからそうなんですよどっか離島とか行ってね自分あの仲良しの長良市のヘイトの皆さんだけでねヘイト祭りでもやってその自分たちだけでヘイト祭りヘイト祭り吹き上がってくれればねおおなんかすごいなここでああ盛り上がってなすごい煙すごい雲できて <laughs> コミケグモみたいにできて全然 <laughs>、ねうん、そういうぐらいでやるならね、うん、別に言論の自由もありますからとは思いますけど言論の自由というのはあの目の前にいる人に圧なんかかけたらそれは暴力なんでそれ言論の自由に入りませんからりバッドバイブスバッドバイブスを暴力的に振りまくのは全然言論の自由に入んないんでそんなことはね、まあ、皆さん賢明なんでね私、うん、私が時にね学のない人間に言われてもね, <laughs> ね納得しないと思いますけどはいあの とてもいいと思います。ありがとうございます。そして普通に僕今お腹空いてるから話聞いてたらお腹空いちゃって。いや、美味しいしけど、あれ、どこで何食ったらいいんだろうな、そうめんみたいなやつ美味しかったんだよな。そうそう全然伝わってこない。<laughs> どこの国の何なんだよ。<laughs> どこの国の何だかもわかってないけど。ちゃんとさ、ね、それもさ、あれじゃない、うん、ちゃんとさ、あの、カタカナ読みなのか、うん、なんかそういうのもつ,つけるべきとかね、あとね、あの、一応メニューとかちゃんとついてるんですけど。なんかさ、あの、うん、なんだろう、なんかそのマップ カードでもいいけどさ、そうそう、それはね来年以降やろうって話してます。なんかさ例えばさ<の>参加したそのブース行ったら、うん、そうやってこう食べ物とかのカードがあって、うんうん、それを集めるとか集められるとかね、ねなんかスタンプをせるとかね、うん、そう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 ,そう,そう,そうなんかそういうのも来年からしていきたいねって話も今してるところです、ね。楽しいんじゃないこれ。うん、はい、ありがとうございます。 とともくらがまずそれあともう一個、あのー、これも先週の放課後、ポッドキャストの中で話させてもらったんですけど、えー、私が主催している、えー、お気に入りボールペン総選挙、OKB、OK、総選挙が関西でもやってたりするんですよねっていう話をちょろっとしたら、まさにそこに行ってきたという方からもレメールいただいたので、これも、えー、ちょっとじゃあ、紹介させてもらいます。すはい、ラジオネーム、OK、さん 歌丸さん、古川さん、こんばんは。こんばんはえ。去年の O.K.B、OK、総選挙で一人で文具店の現場を回り、小悪個別の悪手と書いて小悪。一人でだから独自で <laughs> 独自で四十八本回ったっていう。回ったっていうはいの報告、ね、したものです。ね<さ>。モサですね。うん、はい、報告したものです。確かに覚えてます。なんかそんな人いたなっていう。うんうん、で今年も良い時期に日本へ帰国できたので、あなるほど。 普段は海外でこの人仕事なさってる方なのかな,な、ね、うん、うん、今年も良い時期に日本へ帰国できたのでいそいそ現場周りと顧客を進めていたのですがえふと SNS でえ関西では珍しい握手会が目に留まり会場である奈良県の橿原市にある今井文子さんへお邪魔しました、えー、今井文庫さん本屋さんですかねまるで江戸時代のような伝統的な建物が並ぶ今井町の一角にある、えー、コミュニティブックカフェの今井文子さんえー、なんかすごい良さそう ね、でここで番号順に並んだボールペンたちと、えー、公式試し書き用紙そして 握手会ホストである車椅子ライターのナミコさんが迎えてくださいました。あ、ナミコさんがやってたの。あ、そう。はい、そうですそうです。え、ナミコさんは2022年の11月3日放送「あなたは使いやすいその道具でも他の人にとってはどうかな」ということを考えるきっかけとしての文房具特集に、えー、ご出演いただきました。その説はお世話になりました。ですね。で、このオ、えーケードインザハウスさんはこの楽しくおはさんしをさせていただきながら握手を進めている中、この方アトルコに出てらしたの方ではと気づいて、うん、で、えー、投票後にこの さんの著書である「弱い力でも使いやすい頼もしい文房具たち」の本を購入で「あのアトロク」の出演の回も日付も聞いて監視、うんえー、と,とともに会場後にしましたとこの方はやっぱりその本を読んだりしながらその自分の中にあったやっぱり文房具に関してのエイブリズムに、えー、自分で気づいたということを書かれています。 ないんだけどね。その自分だけでは気づきようがない、うん、こともあるからな。で、この各有自分も自律神経の周りで不調の経験があって、ああはい。もしかするとそれを表す言葉を知らないために自分でも認知できてないまま手先や体で経験している困りごとがある気がするな。もう少し丁寧に知ってみたいなと思ったりしました。単にさ、要するに自分はそういうのが苦手だなとか下手だなって思い込んじゃってる感じですね。そう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 ありますよね。そういうことはね。年に一度の O.K.B、OK、総選挙、今年もボールペンの改造とかぐっ ずっと上がる季節が巡ってきましたが今年は握手会での大切な出会いを通じてボールペンにとどまらず楽しい文房具たちとそこにある人の営みを知ることができてそれがとても嬉しいですと。はい O.K.B. あのありがとうありがとうございます。はい、そういえばさ、ちょっとこれメールとかじゃないんだけど、あの番組でチラッと言ったあのリアルジャパニーズヒップホップフランスからやってきたロジェさんと DJ ソニー・ゲームさんという人が来て蕎麦屋で接待した話しましたけれども、あのそのイベントも実は週末行ってきました。ああ、そうですか。渋谷でやってるんです。どうでした？まずね、その前に僕、まあ後に皆さん分かると思いますけど、とある仕事でボーズくと一緒にいたのね。したのボーズくんとでボーズでボーズにも彼らがまあ取材する。 っていうスケジュールのお話も聞いてたからでもうロゼさんとかサマージャム聴いて初めて日本語ラップにハマってい人だからあもうすごい思うからもう坊主に会えるなんてみたいになってるわけで坊主くん仕事でやってたからでこのあとリアルジャパニーズイップ p o のあれが渋谷であるんだってつって一緒に行くっつってだから坊主くん別個でだたけど会場で合流してそしたらやっぱさすごいなおおってなっててすごいなおお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  そのライブを彼らのリアルジャパンインスポップチームでやったあのイッシュワン君、ね、あはいはいはいイッシュワン君とかあとアトム、ね、スピリチュアルジュースはいはい、うん、アトムがアトムは10年ぐらい前パリでライブやったんだって彼らの,彼らのああやってるかも確かに確かにみたいな終わって会場に行ってうん、うん、そうそうあのアトム君なんかもうラジオ聞いてくれてるみたいでああそうですか、うん、で坊主君来たらアトムとかおおみたいな <laughs> みたいな感じであのー、まあ割とショ どっちかっていうと、リアルジャマエンジンポップ、ご招待制だったみたいな、でやったみたいなんだけど、まあ、その、なんて皆さんに挨拶みたいな感じで、DJ もあって。で、あと、あれだ、あの、PMX を書きましたよね。おパブさん。おブさん。うん、PMX は、あの、その、ロジェが出した小冊子の中で、結構大特集されてたりして、あと、パリでこの間ライブやった小町も来ました。ああ、はいはい。ああ、いいですね。そう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 。で、なんか、その、彼らがちょっとスピーチしてみたいな、要するに、あの、10年前に、その、パリで、まあ、その、やっぱ、当時は日本語のヒップホッを聴いてる人が周りに、まあ、当然一人もいなくて、っていう中で、たった 一人で始めたこういうあれが、うん、あのここまで続けられて、うん、で、東京で今、その。みんなも来てくれて、うんうん、あの、こうやってイベントできるだろうなってう、もう、本夢が叶えましたんっって。いいなそうそう、で、もう、あの。 こうやってシーンを切り開いたパイオニアたちにリスペクトをさげますみたいな感じでいろいろ上がっていく中で当然「あのライムスタウタマルみたいな感じもありがとうございますみたいな感じですごい感慨深いものがありましていや彼らも感慨深いだろうけどこっちも感慨深いですねそれはねそう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 でまあ坊ちゃんも来てそもそも坊ちゃんと「てかさクラブとか来ないっしょ」っつって俺も久しぶりなんだけど手に反抗されたの久しぶりななだけどみたいな感じでですねまあパブさんとも久しぶりに会いましたしね。だだっったらてが のところにに一緒来るだからリアルジャパニーズヒップホップの多分インスタとか見たら俺と坊主君と PMX と小町みたいなすごい写真がそんなのあるっていうそんなのあるっていう写真が普通に平然と載ってると思いますね。でひちょっと見てみてくださいリアルジャパニーズヒップホップもしくは RRRJHH かなわかんないちょっといろいろ探してみてください。もありました あとはですねじゃあちょっとメールをねいろいろ他にも来てるんですけどまずね、うん これはあの歌丸分室、いつもメール送ってくれてるシニスターブラボーさんからねまずこんなのが来てたんです、歌丸分室でも紹介されたガザパッセージのボリューム2のプロジェクトがキャンプファイアーにて始まりました、うんえ、ガザパッセージっていうのは、えっとまあ、今ね、そのまだまだ続いてますけど、うん、まだっていうかまだちょっとふざけない。と信じら悪くなる一方なのは、ね、イスラエルによる、もちろん昨年10月、一応ハマスが越境攻撃してって言いますけど、うん、そこからのもうなんというか、過剰攻撃なんて言葉じゃない、もうこれを機に何ですか、その殲滅をする 民族をっていう勢いのもうあの徹底かつ過剰かつもう本当に類を見ないもう考えられない国際,違法あの国際法違反ももちろんですが、うん、という大規模なそのイスラエルによるガザーの攻撃パレスチナ自治区への攻撃。 の中で、えっと、ガザの人々が残した日記とか詩というのを日本語に、えっと、いろんな翻訳家とかね、そのボランティアの方々が、うん、まあ、匿名無償で、うん、そうですね。えー、やると。うん、で、それ、いろいろ利益を無効に還元するというようなプロジェクトで、うん、で以前僕、文筆とかでも紹介したのかな。そうですね。うん、はい。えーまあ、古,川さん古川さんに教えていただいて。うん で、えー、っと今回はですね前回のガザの人々の日記や資料日本語に翻訳した本を出版するための資金、うん、文学振り紛れてしゅ出展するための資金を集めるのが目的のクラウドファンディングですと、うん、経費を除いた売り上げはガザへの支援につながります、うんえー、いずれのリターンでもガザパッセージボリューム2これはだからその私が文室でも紹介した小冊子ですね、はいはい、え手に入りますと、うん、で私は11月13日にこのプロジェクトに気づき即支援しましたが私は2人目の主演者であああそう、うん、ちょっとごめんなさい私も気づいてなくて始まってすぐのようでありましたが皆さんに知っていただきたいなと思った次第ですと、うん、はい シーの方に送ろうと思っていたのですが収録と配信のサイクルからして次回配信時にはプロジェクトの期間が終わっている可能性を感じたので放課後当てに送らせてもらいます。最近は以前に増して良い意味で密度ぎゅうぎゅうの放課後毎回楽しみにしております。皆様おかだけお気をつけてあ<ー>シスターブラボーさんいつもありがとうございます。な,なんてことを気が利くなーってね、うん、あいかんいかんなんて思ってたら、うん、今度は中の人からちょっとメールを頂い,いてしまいましてほぼ同時に。 ラジオネーム翻訳者 C さん、これ、匿名プロジェクトのためといつも楽しく番組拝聴しております、アトロクブッククラブでガザパッセージをご紹介いただくださりありがとうございました、文室でね、メンバー一同感激して、この活動が意味のあることだと確認することができました、いえいえいえ、そんな私、の微力にてといいましょうか、5月の文学フリマ、東京38の後にガザパッセージボリューム1の感想を S でつぶやいている人はあまりいなくて、販売数の割には正直手応えを感じられませんでした。そうなのかかししリスナー 出さって出版したものが届いているのだと実感することができました。なるほど、よかった。よかはい。あの、さっきの、ともくらじゃないけど、はいはい、やっぱりポジティブな声っていう方が、うもりがね。ねそうなんですよね。あの、あの、っていうのはさ、その、よく言うんだけど、その。 ま、これちょっと言い方悪いですけど、あの、ずずしい野郎の声の方がでかいっていうか、<laughs> そいつズ々しい奴の方がいっぱい喋ったりするから。<laughs> そうですね、声でかかったりとか。声でかかったり、<laughs> いやの、よく喋ったり、<ー>要するに、あの,人の、人の気もお構いなしに喋ったりする人だから、<laughs> そっちの声の方が流通しがち問題っていうのはちょっとね、<laughs> うん、<laughs> あるんだけど、でね,えー、でね。 この度12月1日に、えー、日曜日に東京ビッグサイトで行われる文学フリマ東京39人、うん、ガザパステージも出展し、うん、ガザパステージボリューム2を販売する運びとなりましたうん、うん、でこれには1カ目に収録できなかったガザの作家4名の日記と作家の森大奈さんの特別稿、はい、えー、そして1カ目に日記が収録された、えー、ヒバ・アブ・ナダーさんの妹の記事の日本語訳が掲載されます、うん、この記事には、えー、ヒバさんの最後と、えー、その後の生活と影響が妹さんの視点で記されていますト、うん、モクラフェスで古川さんとお会いできたんであそうなのねはい、はい、これちょっとどなたか かってるでしょ一応、匿名なんで。マフムードさんの日記の翻訳をお渡しできたのですが、全体の印刷は間に合いませんでした。本が納品されましたら番組宛に送付させていただきます。というより、ちゃんとガザパッセージやりますんで、はいやりますちゃんと私どももクラウドファンディング、ちょっとごめんなさい、気づいてなくて、ちゃんとやりますんで。で、この番組は私の心の拠りどころとなっていますなんてことにしましょう。国内外での紛争、社会情勢に対するやりきれないものに対して、ものを言ってくスタイルの歌丸さんやスタッフの皆様の上司に好かれていますですって。 本を知ることができて人生が豊かになりました。今度はクイズに参加したいです。応援しています。で、すね <laughs> ぜひぜひクイズに参加してください。ということでガザパッセージボリューム2、まあボリューム1も多分合わせて手に入れられるリターンもあるそうなんで、うん、あのー、単純に人として素晴らしいですし、そうですね。はい、あの素敵な写真、あのーうん、パレスチナの写真家の方によるね、ガザの写真家の方による素敵な、はい、えっとポストカードも付いてきたりとかありますんで、あのー、ぜひ皆さんにもおすすめしたい。えっ、ー、とキャンプファイヤでやってるんで、はい、クラウドファンディングのキャンプファイヤで、えー ボリューム2出版資金の調達っていうのがあって目標金額が30万円でこの放送この収録してる時点で残り11日だから聞いてる方でも多分まだ間に合う方多いと思うんでまあもしご興味あったらサイトを見てみてください、うん、ねあのーうん、まあこれは一つのこういう寄付、まあ、リターンもちゃんとあるんでね、うん、まあ一つ寄付の形ですしそうです、ね、あのー、なんていうんですかね、あのー、胸を痛めてらっしゃる方は当然いっぱいいたとしてその痛めたのをこう何か形にね,ね、うん することとも大事というかそうしないと先ほど言いましたようにあの声がでかい無神経な声がでかい無神経なバカ野郎のですね声の方が主流なのかなってことになっちゃうんですけどそ,そんなことないと思うんですよねあのあいつらがあいつらが聞かれてもいねえのにだら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 あの喋ってるだけであいつらって誰だってことですからさ考えてくださいよそういうことだと思うんであの何ていうか腐らずですね腐らず別に。あの 当たり前のように、こっちはこっちで普通に話もするし、うん、発信もするし、うん、あの寄付もするし、うん、何もするしすっていうことで,で,で、うん、いい。と思うんですよ、そ、うん、んなこと ただただ普通のことでございますっていうかね。にしてもまあ本当に世の中どうなったんだというかね世の中っていうか地球ねイスラエルを中心としたこのね世界のこのあれというのはどうなったんだというのありますけどもまあまあまああのすぐに何かってことじゃなくてもやっぱ寄付がこういう時にちゃんと集まるか集まらないかってところが一つのバロメーターになったりもしますので全然全然僕は毎週ガチャの時にこう空いてんのはつまりやっぱ忘れてないですよっていうか中止してますよ っていう人がいるのを示す意味にもなりますからね、うんうん、寄付っていうのはね、意味なくはないんですよっていうね。うんうん、ことだと思いますよ。うん、そうね。そう、だからまあ、歌丸さんが例えば寄付するように、例えば。僕だったら、例えば、僕はじゃあ、募集寄付はできないけど、じゃあ、ボランティアとかお手伝でできるかなとか、ええ。とかっていうのも、僕の中、どっちか、もちろん、うん、全然、あの、いろんな形あっていいで、ねそね。そう、皆さん、いろんなできることが、無理なくできることが、自分の範囲内であるはずなんでね。はい。うん。 だと思いますんでね。ねということです。うん、あとですね。うーん、これにしようかな。ラジオネーム、武田磁石も Apple TV Plus の話がしたいさん。<laughs> 歌、えー、村さんも聞いて歌さんに聞いてみたいことがあり、放課後ポチがストる話のネタにしていただけたと思い,思いメールしました。うん、私は絵を描く関係の仕事をしていて、自分なりにですが、普段から画集や写真集と、えー、美術館の展示で面白いものがないか探す習慣があります。えーえー、最近、実写映画のアートブックで面白いものがないかと思って少し探し始めているのですが、歌、うん、村さん的にこの映画の美術、すごいと思った作品でアートブックがあるものがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。<う>このメールを見てパッと一番最初に思いついいつた作品でも構いませんし、SF 西洋系 系日本映画系、ファンタジー系と何となくのカテゴリー別で思いついたものでも構いませんのでできましたらお願いしたいですとお伺いしたいですと、うんえー、また大変恐縮ですが次回アトロックブックフェアでを,を行う際の要望です、うん、写真集や合集などどちらかというと読むではなく見る線の本ももう少し取り上げていただけたら個人的に嬉しいです<ー>次回機会がございましたらご検討いただけたら幸いです 例えば僕が前に挙げたあのフラッシュゴフドンの映画のメイキングブックとかね。それはそっちの部類かもしれないですけどね。どうしてもね、ちょっとだけお値が張ったり、あの、売り場に置く面積が広かったりして、っていうところで、なんかもうちょっと手軽な方がいいのかなとか思いがちですが、確かにあのビジュアル系も、はい、あの、やっていきたいと思います。で、この方ちょっとメールがこの後さらに続くんだけど、先にちょっとこっちのえっとアートブックの話し,しちゃうと、あのね、えっと、アートブック系、まず常に充実してるのは、 もうこの2つですデルトロとウェス・アンダーソンは常に充実してます。うん、<laughs> ウスアンンダーソンずーっと出てますよ、ね、なんか限定って,て,ていうのは、要は、リーユーブックスが出し続けてるからですね。うん、で、まあ、この2つはもうまず間違いないし、うん、見ればまあ見たでもうめちゃくちゃ、うん、もうどれも最高みたいなあれなんで、うん、まあ最高ですと。うんうん えー、あとドゥニー・ビル・ヌーブも最近多いかな結構出がちでだからビあのドゥニー・ビル・ヌーブなんかやるなと思ったらもう、うん、あのまずはこのアートブック予約しがち <laughs> あと、えっと、公開からずいぶん経ってからになりますけどノーランもまあ結構定期的に出るんですねでオッ、えっと、ペンハイマーも後になってから出て、うん、まあやっぱり非常に読み応えありました <laughs>、えー、で そんな中でただ,ただこの武田磁石も AppleTV プラスの話がしたいさんは、うんあのー、本当に多分美術系の方なわけじゃないそうです、ね、絵を描くでしょう。でちょっとこれね本当はね歌丸文室で進めようかなと思ってた本でひ、まあ、ょっとしたら後からやるかもしれないけど、うん、ちょっと簡単におすすめしたいしておきますけどこれは武田磁石も AppleTV プラスの話がしたいさんに。うんうんうん あの何議かというと要はストーリーボードに関する本なんですけど、ストーリーボードストーリーボード特集やりましたね。ストーリーボードというのはそのえっ、ー、と要するに映画とかにおける、うん。 監督のビジョンをそのストーリーボードアーティストがその絵にしてでまあ実際の,そのスクリーンの中でどのような形でえまあ構図であったりとかまあ時にはレンズの感じも分かったりとかえどんな美術、どんな衣装、どんなトーン、どんな照明、どんな絵作りみたいなものをえと監督のビジョンをみんなに共有させてもらうためにえやったりするあるいは複雑なその合成とかアクションとかが必要な時はそれ絵で説明するビジュアル的に説明するためにやったりする。例えばマッドマークスイカリ デスロードはもうほとんどストーリーボードだけで脚本がなくてストーリーボードだけでできてる映画みたいなことを言ったりしますとちなみに今日、えー、とやりました、あのー「グラディエーター2」のリドリー・スコット今日、うん、リドリー・スコット音体は、えー、と今回の,その「グラディエーター2」に関しての,そのなんかインタビューとかで、うん、これいつもらしいんだけど、まあ、とにかく彼はその美術系の人だから、うん、ま自分は絵も描けるからとにかくストーリーボード自分で描くんだと。本ができるぐらい いいつも書いてると<量>で,、うん、でそれでやっぱスタッフの間にそのよあのどうすべきかの,あの共有の知識なの,あの認識の共有ができてるから、うん、うちは効率がいいんだとちょっと冗談めかした言い方だったけど、うん、僕のストーリーボードのおかげで1,000万ドルはあの節約できてるはずみたいてことを言ってたりするぐらいで,、うん、<laughs> で <laughs> じゃあ音帯それ出してよみたいなそれリドリー・スコットのストーリーボード集出したらめっちゃ売れるんだけどみたいな感じすんだけど、うんうん、というストーリーボードなんですが。 はいえっと、ストーリーボードを、まあ、活用しまくった、うんえー、映画作家、えー、古典的映画作家といえば、はい、言うまでもなく「アルフレッド・ヒッチコックとストーリーボード9つの傑作から解き明かす画面作りの秘密」という本が、はいえー、ちょっと前に出ました。 いつだっけ2024年8月21日フィルムアートからフィルムアート社たいい本出しますねから出ておりますこちらを僕は紹介しようと思ったんですでまああのストーリーまあ非常に要するにビジュアルで語るということをね突き詰めた作家ですよねヒッチコックはちょっと前にねシャマランのトラップのドラでもヒッチコック直したりしましたけどヒッチコックの9つの作品からその どのようなそ,のストーリーでそれぞれのストーリーボードアーティストがいてそのストーリーボードアーティストの、はい、まあそれぞれの特徴とか、はい、え羊というんですかね、はい、そういうのを読んでくるのもすごく面白かったりしておそらくですが武田磁石も a ップル t v プラスの話がしたいさんが求めているのはこういう本じゃないですかねっていう、はい、それぞれ絵としてもすごくいいし、あのー、僕も今なんか Amazon のページ見てるんですけど、ね、なんかえこれが本当にストーリーボードなんですかっていうタイプの絵もありますはっきり言ってめちゃくちゃ絵画ですよ。ね、あこれだだりですね これダリが「白い恐怖」っていう映画の美術をですね要するに悪夢のシーンが出てくる映画なんですけどダリですこれは。ああそして普通のやつもあるでも中で出てくるのはダリがとにかくすごくこの映画これを映画に進出したいっていうのいろいろあってブニエルと作ったりしてましたけどなのであの主戦土と言われたダリが無償でやりますっつっていろいろ書いたりもしてたみたいなそれだけでダリがどれだけ映画に気合入れたり かかわるだろうみたいな、うんうん、そんな話とか出てきたりするんだけど。<laughs> ということで。 非常に多分武田す磁石すもアップル t v プラスの話がしたいさんには喜んでいただけるのではまあ七国がお好きかどうかにもよりますが。でこれ見るとやっぱりその元になった七国映画もさらに見たくなるという。一本でございまして。あのもう一つの映画術なんて言われ方してますね。なんか書いてまない。そうですね。要するにあの七国といえばの本といえば七国の映画術ねええフォ方がインタビューした本。これが古典中の古典として知られているわけですが。はいあのまあこれをさらにこう。 絵の面からねっていうね、うん。で、なおかつえっとこれね。翻訳されてんのが前に。 グチズフリースクールとかと一緒に未公開映画をご自身で公開するというような特集というかな、うんうん、やった時に、うん、あのご出演いただいたと思うんですけど、うんはい、上条葉月さん上条さんが翻訳されてますああもうバッテリです、ね、いい仕事してんなーっていう上条さんみたいな感じでですねあのー、ここ数か月は結構そのうぶで紹介しようかなと思いながらもずっとよなんか読んでは、うん、どの場面だっけみたいなことを考えながら読んでてですね非常に僕はは日国ファンとしてはやっぱり やっぱり読み応えがある本でしたね。うん。あ、なるほど、ね。ということでこちらはお勧めしたい。ちなみにヒッチコックの本で言うと、もちろん映画説もそうですけど、僕はドナルド・スポットのえっ、ー、とヒッチコックなんだっけ全、えー、作品を解説している本があって、これもう絶版なんですけど、<laughs> これとね。 あとやっぱ最高のメイキング本とかですかね。この辺りすごいおすすめなんだけど、このドナルドスポットはね、僕はこれは本当に、あ、そう、メイキングオブサイコもいいですでもこれももちろん絶版だし。ーアート・オブ・ヒッチコック。アート・オブ・ヒッチコック。53本の映画術ですね。<う><ー>これ多分中古しかこれは僕ね、あの、めちゃくちゃ影響を受けた一冊ですね。あ、そうですか。その、よく、たまに僕言ってますけど、とにかくヒッチコック、その、 一気にそれまで日本で公開の権利が世界の公開の権利が切れてた「裏窓」と「うん、知りすぎてること「うん、とめまい」と「ハリーの災難」と「ロープ」うんうん、この5本が一気に公開されて母親がどっかから株主優待券みたいなのを誰かがもらってきて映画見れるってことになったんで「あヒッチコック」 じゃあ見てみよう国際新郎とれたの最高だのとりだのテレビでよくやってたやつは見てたし当然サスペンスの神様は知ってたんでそれの全盛期の作品たちだって言うんで見てでやっぱまず裏窓見て面白いめっちゃ面白い何これ最高だなえ最高だなみたいな感じででその次知りすぎて言たとこめっちゃ面白いなマジですんげえ面白えみたいになってで3本目目まいでハリンの最短ロープ面白いんだけど3本目目まいで んここれ何この映画の<ー>変な気持ち悪い話だなあんだこれっつって <laughs> ねい今まで裏窓とか知りすぎた男とか他のあとヒチコック映画ともちょっとこれ違うなぁみたいな <laughs> 変だなと思ってずーっとそしたら頭がめまいから頭が払えなくてなんでこんなあの映画のことばかり考えちゃうんだろうみたいな、うん、あの映画の登場人物のことばっかり考えてしまうとかいろんな場面のことばっかり考えてしまうみたいな。<laughs> で 七国の,の映画図とか読んでも結構その時七国ってもちろん七国の中の最高傑作って言われてんだけど映画史的には七国、うん、自身はねそのな,んかいやーなんかねそのキム・ノバクがななんつって、うん、あキム・ノバクはあんまりやっぱ気にいなくてキム・ノバクがななかなか言ってんだけどうん、うん、でトリュフォが「そんなことないじゃないですか <laughs> 最高じゃないですか」みたいなこと言ってんだけどそのぐらいの記述なんだけどこれでドナルド・スポットもさっきの,その本読んでそのめまいの解説がその本の中で一番分厚いのね。それを読んで 何ていとかそれこそ映画表のまあもちろん蓮見さんの映画表とかそういうのも当然ずっともうすでに触れてたけど中学で、うんうん、ああってそのえ評論を読んでその映画が本当に分かるってことがあるんだっていうかなるほどそうかってそういうテーマの映画なのかでだからこんなにこう何ていうかな頭から離れないだからこんなに心を捉えるのかっていうかみたいなことが分かっ めま,いがまあ分かったっつってももちろんね、うん、中学生なりですけど、うん、初めてちょっと分かったっていう感じがあって、うんうん、名誉論だと思うんですけどこれ、うんあのー。というような一冊なんでねこれもできれば皆さんお勧めしたいんですけど<ー>絶版なんですよね,こう,うすねこういう本が絶版ってどうなんだろうなーって思っちゃうけどなーっていう。うんうん 感じでございます。中古の本なら比較的まだ手に入りやすいみたいですね。ちょっと皆さん読んでみていただきたい。はい、まあ、自国家本当にあの面白いんで、そのストーリーボードのやつとか見ると多分みんな見比べたくなると思うんで、実際の映画と。 だしあのトラップの時に言ったヒッチコックは変っていうか <laughs> っていうのはその普通やらないことをやる例えば北北極線進路を取るの有名なあのトウモロコシ畑とかのねのっぱらうとこに、えー、ケーリー・グランドとかいてで飛行機が襲ってきてっていうあそこも要は何にもないがらんとしたところで襲われるってどういうことがあると思う、うんうん、そんな場面は今までないんだからって言って。うんうんうん でみたいなところから発想してだから冷静に考えるとあそこ変なんですよ。<laughs> なんでそんなことする必要あるっていう場面なんだけどまあやっぱそのヒッチコックのまあ何ていうかな勢いって場面の面白さと勢いに持ってかれちゃうとヒッ、うん、チコック映画結構あるんですよ。おかしくないこれっていうこと結構全然あるんだけどそんなのどうでもええわっていう思わせるやっぱ力があるというかね勢いがね。うん、いということでですねうん、うん 竹田自石も AppleTV プラスの話がしたいさんにはそれをおすすめしたいのと,、うんえとね、この方なんでこの名前かというと。はい こあのメールの続きがあるんです歌村さんがアトロ狂で宇岳さんや日比さんと AppleTV、えー、プ,プラスのテッド・ラストやモーニングショーの話をしていたのを聞いたのがきっかけで2年くらい前から見始めてドハマりして以来、えー、これ AppleTV プ,プラスに「うんえー、パチンコ」「クラウデッドルーム」「レッスイン・ケメストリー」うん「ブラックバード」「サイロ」等々いろいろ見ましたなるほどいいコンテンツ教えていただきありがとうございます本当にね,あのね僕も見切れてないんだけど、うん、どれ見ても、ね、やっぱ質が高いんですよすごく AppleTV、うんうん、プ,プラス。うん ちょうど歌丸さんから放課後ポッドキャストで窓際の話スパイの話が出たときに私もシーズン1を見始めていて2週間前くらいに全て見終えてしまい歌丸、うん、さんの奥様同様私はキレ散らかしてはいませんが、まあ、ロスがやばかったです、うん、奥さんがねこう見終わったら帰ってきたらキレ散らかしてて。<laughs> もう日本のなんだよ、日本のドラマクソだなっ,って。<laughs> マジで口悪いなっていう。<laughs> 舐めてんよっ,つって。なめられてんよみたいな。私たち舐められてんだよみたいなさ。<laughs> どうしたどうしたてあ。あんな安っぽい家でさ、安っぽい話とさ、みたいな感じで。<laughs> <と>ままだ窓際のスパイ見れるんだよっ,つって。<laughs> 舐められてんだよっ,つって。でも俺全くそう思うよっ,つって。はい、我々だと同じね、あ,うん、あれで見るわけだからさ、うん、って。うん 個人的には AppleTV プラスで一番面白かったと思います、本当にそう思います、うん、AppleTV プラスで何かっていうとずっと1位なのがもう理由がある、うん、最高です。 えー、そこで何かない、まか,えー、かとまた p p プ e TV クラスで見始めた作品が来年1月からシーズン2が始まるセベランス。セベ,ランスセベランスね、俺ね、ちょっとね、うん、シーズン1、途中までしか見てないんだけど、これ気持ち悪い話なんだよな、うん、まだ途中ですが、これも大変面白いのでお勧めしたいと思いますと。途中まで見た私の感想ですが、会社組織批判とも取れなくはないアップル TV っぽい要素もありつつ、何より映像やセットがシュールだけどかっこいいのが気になりました。うん、本当にそそそうそううん えー、現代の話のよに会社で使用している PC がブラウン管のモニターだったり休憩室という名の懲罰部屋で使用される録音機材がカセットテープだったりゼロフューチャーな感じもたまりませんでしたと。うん、うん えー、もう見ている作品かもしれませんが、そっちうんですよ、私もちょっとまだ途中までしか見てないので、ね、ぜひ歌のさんの感想も聞いてみたり、昨日も見た時にでも見ていただけたら幸いです、あの私も非常にアップル t v 続いておりますので、セベランスもちゃんと見なきゃなと思ってるで、ね、気になったな気持ち悪いんだな、画面がすごい気持ち悪いんだよ、ね、あと話も気持ち悪いんだす、げえ <laughs>、うん、でもね本当にあの質が高い、もちろんその元の質も高いし、うんまあ、奥さんいわく、吹き替えがぶっちぎりで、うん、あそうそう僕も実はねあの、まだシーズン2途中ですけど、<え>マンドゲア スパイ見見ててて僕吹き替えででるんすぜひ吹き替えで見て最高いいですよねめちゃくちゃ途中で吹き替えどうなんだろうって見たら吹き替えの方がいいかも全然いい吹き替えでもうシーズン2は頭から見てます吹き替えでシーズン2も面白いぞそしてシーズン3ぶったぶった面白いぞ早くシーズン3行きついた俺この間シーズン1にもう一回戻って頭から見直したのそうするともう後ろまで見てるとああこいつ痛いたもあればあこいつ 最初味方だったんだみたいなああこいつ同僚あそっかそっかみたいなこともあったりとか確かに結構あのいきなり始まるからね結構ごちゃごちゃっとした状態で後から見るとあここにもうこの人いるとかあとはもういない人も結構いたりとか結構変わってるんでもういないっていうのはそのそのいろ何かがあったわけじゃない単に退場した人もいるんでまあもう最高でもねそしてもうディスディスクレーマーディスクレーマーは免責事項って意味ですねああそういう意味なんだなるほどなるほど。 いや全七話いや七話はなんとなく予感はしてたけど、うん、だからね結構最後までに見ないとなんも言えねえタイプのあのドラマシリーズがありました、ね、うそうですねあとねあとローマのモチーフはやっぱりすごく入ってる気がしました要するにローマで出てきた、うん、要するにあの非常に要するに身勝手な男性、うん、まあ男性の身勝手さっていうことですね、うん、男性の身勝手さ女性にいかにいろんなものを押し付けてるか みたいなこととこれはちょっと多くは言いませんがローマのクライマックス皆さん覚えてますかねローマのクライマックスとは何だったか、はいうん、あそこの見せ方のがさらにこう最新版というんですかねあっと驚くあっと驚くっていうようなあの要はすごく自然に見えるクライマックスでしたよね、うん、皆さん覚えてますかねローマね私の映画表、うん、ぜひ、ま、今からでも、ね、あの書き終わしちゃいますんで、うん、クライマックスえどうやって撮ってんのこれっていうよく考えたらさうん、うん、っていう。うんうんうん あれでしたけどそれの更に、まあ、ある意味発展版というようなところもありますしうん、うん、あとやっぱりその、うん、あ,のあれでも出てきたじゃないですかそのすごい無責任な男が、うん、ボーイフレンドが、うんはい、のやっぱその男が特にその女性で性というものに関していかに無責任なことをやってきてるかあと何て言うかな若者の若者っていうのの危うさダサさほ<ー> <laughs> 要するにまあ何て言うか。うん 世界も狭いしまだいろんな力はないしいろんな認知の力にも限界があるのに生きりはしたいっていうそれゆえのまあ罠にはまりやすさというのかな自分ではできてるつもりでもできてねえからみたいなところで,でそこにつけ込まれる感じとかでもそれがすごくやっぱりでも痛ましいっていうかだからあのお子さんなんかいたりするとまたそういう目線になったりするでしょうあのね そうだね親から見た子供そ両方の話だね子供から見た親、うん、親から見た子供っていうのの、うん、まあ不完全さというか、うん、要するに親から見て完全な子供もいなければ逆もしんなりっていうか、はい、っていう,そ,う、ねうん、それ その話しますっていうその話しちゃいます,ます,ますみたいな厳しいとこきますその話しちゃいます <laughs> みたいな感じもあるしあ<ー>でやっぱりまああとナラティブによる、うん、なんていうかな我々がいかに認知をねぎね。 すごくこういい人も簡単に世界の認知をねじ曲げられてしまうっていうか、うん、だからこの話全体どうなのって見方もできるかもしれないし。うんうん ななななかか油断らい一だと思いまだからちょっと原作取り寄せてこれから読んでみますし面白いですね、小説としてどういうふうに表現されてるのかそう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 、それも興味持ちましたしそれをどう脚色してるかね、窓際のスパイも原作があって僕も今、初めてますけど原作やっぱね、面白いですね、やっぱりだからそもそもあの原作、結構前なんですよね、2001年とかそのぐらいだなのかな、よくこれを見つけてドラマ化したなっていう感じがしますよ。すっごいい面白 十一ぐらいからかな、うん、やってて今シーズンフォーが終わって、うん、まあ、ファイブ準備中という感じですけど。なるほど。ファイブ。準備中ね。なるほど。もうファイブ。あ、そうそう。だから、フォーの最後まで見ると、ファイブの予告も一応出ます。あ,あ、そうですか。うん、なるほど。もうできてるね。そう。できてるというかない。予告は。あるんだ、うんうん。あのさ、もうミックジャガーの主題歌とか。最高じゃない。うん、渋すぎ。もう。最高だよね。濃いっ、ね。あれ、新曲だからね。 <laughs> でもいつの曲かは全然わかんないですけどもはや聞いてるだけだ、うん、でもさあのさオープニングとかめっちゃかっこよくないっいいめっちゃかっこいいっす,っっいいっすあれがもうテーマが流れ出す瞬間とか、うんうん、かっこよすぎじゃないそうしかもあの設定上、まあ、バスへの本当にビルの中の吹きだまりみたいなところなんだけどやっぱねかっこいいんすよねいい一日映ってるものがかっこいい、うん、あとまあ皆さんが着てるものとかもやっぱちゃんとその説得力があるしやっ、うん、ね、うん 前もだから一話戻ってもももううつだから奥さんもねもう全然見るからみたいなとここなんだここでこれが出てくるんだみたいな話でであのあるところでタイトルがバンッてこう出てポンつってさこう出ましたねこれよこれよこれこれってなっててもうとにかくうちの奥さんは一生何度でも見返す価値があるってああいうなすごいね断言してましたね本当にねねいいやでもああうなんだろうなこう スパイ特にイギリスのジョン・ルカレーとかの原作のやつとかって言うたらちょっと難しいじゃないですか難しさが良かったりするよねあのティンカー・テイラー裏切りのサーカスとかなんだけどちゃんと明快な面白さろさる両方あるんだよね。と歯応えのある感じとちゃんとエンタメしてるっていうか笑えるとこもあるしアクションもいわゆるタイムリミット的などうなんのみたいなのも全然あるし。この感じ欲しかった って思いながら見てます、ねで。キャラキャラものでもあるし、でもそこに甘えきってもいなくて、うん、要するにそのキャラに寄りかかりすぎた。作劇でもなくて。もうこう。冷や ぶっかけたりもするしあと、なんといってもやっぱり演技の質が高い当たり前だけどゲーリー・オールドマンだから周りの若手もそんななめたことやってられないから確確かかににで奥さんが歌うのカンカンですよもうなめてんだろこいつは奥さんの人の怒り方がちょっとばばばああ置いといて日本のドラマなめてんだろう。打ち返ったら打ち返ったらとんだけ巻く急におらつき始める最高でしたけどでもいいもの教えてもらいましたいや、本当です、本当に楽しみです当然アップル。 は映画もですねあのナポレオンディレクターズカット版とか、ね こちららも見れますかちなみに何かいろんなインタビュー読んでたのかリドリー・スコットが結構今回「グラディエーターズ」のね過去作の話も結構しててんか珍しく珍しくなのかなまあリドリー・スコット強的ないかにも嫌みたっぷりな自虐と見せかけた嫌みなんでしょうけど「いやね何とかは誰も見てないようだけどあれいい映画なんだよね」とか「悪の法則はすげえ面白いあれだけどんか結構評判悪かったみたいだけど私は全然面白いと思うけどね」みたいなねとかそういうこう。 <laughs> うん、でだからやっぱその評判良かったやつ悪かったやつってちゃんと認識してて<ー>で,でグラディエーターはとびきり評判がいいのも分かってるっていう感じ、ね、でその理由も多分分かってるって感じだよね。とにかくねリドリー・スコット卿はなんかね、うん、もうなんかニヤニヤ分かって 英語英語喋っておかしいじゃないですか、にやにや笑って、うん、君<に>、<laughs> 何だと思ってるのかね、何だっけ、ナポレオンの時史実と違うって、うんうん、君は何,何かね、その時その現場にいたのかね、<laughs> なんつって、これ、映画なんでね、<laughs> みたいなこと言って。<laughs> <laughs> ねうん、別にリドリー・スコット本人の絵コンテとかそういうのはリドリー・グラムって呼ばれてるぐらい、うん、やっぱ独特なものがあるらしくあエイリアンの,そのメイキングとかに入ってる入ってるみたいですねうん、うん、でもその全部に合ってるんだってで毎回本できるぐらいあるっていうのよや、ね、じゃあ毎回本出せよ毎回出してよって感じ、ね、出し押しみせないでくださいそうそうそうもうめちゃめちゃあの書くんだよね,すごいねへでもそのねあのやっぱり その四国の,の本とかもストーリーボードアーティストたちの本なんでやっぱり絵画としてすごいまずはすっごいかっこいいです。それぞれみんなタッチが違くて描き方も違くてすごく面白いんで。 じゃあまあこんな感じかな。うん、もうもうこれだけこれだけ読んで終わる。はいはい、ラジオネーム赤中さんかな、えー。名古屋芸術大学芸術教養領域特別客員教授玉様、これ私週末に行ってまいります。あ、週末ですよね。はい、名古屋芸大行ってきます。うん、生放送から聞いてますが、アトロクバン時代にメッセージを2度採用していただいた程度のポッドキャストを聞くだけリスナーですと、うんえー、採用2度の片方はご長寿クイズの愛知代表が親戚のおじさんだったという内容でした。うん <laughs> <laughs> あそうですか、だから読んだこともあるような気もしますね。兄弟の講演、定員30名と少数なので、ダメ元で応募したところ、受付メールをいただいたので、参加させていただきます。これはあの、外部の参加の方が3人うん、学生とは別にえ。小生歌丸さんとは同学年で、えー、一同して平成元年から4年間、日芸に通っていたので、うん、当時の歌丸さんとはもしかしたら神保町か文芸坂が紀の国あたりで見破りしていたかもしれません。うん、そうかもしれないね、うん、憧れの日芸に入ったもの、えー、周りの才能に圧倒され、田舎から上京した小見将・大喜びの大登りさんで、歌丸さんのような何かを成す努力も才能もかいわいわ、私 私別にそんなあれなんですけど、うん、えただ無難に単位を取って4年で卒業して逃げるように実家に帰りましたと、うんうん、まあそういう,こ,う,いうこともあるでしょうこんな自分には今回の講演を聴講する資格はない資格,なんのの <laughs> 資格はみんなの、これからのある若い人にえ枠を譲るべきかとも考えましたが学生さんの枠はちゃんとあるんでね、うん、え同世代の著名人の中でも大好きで考え方も賛同できる歌川さんの話を生で長時間聞ける機会もなかなかないでしょうからもったいないも参加させていきますいやすいませんねなんか私がなんか言ってねなんか自慢見たくなっちゃってすいませんね ちなみに歌間さんの実物を見るのは今回が3度目になります前回は昨年の名古屋でのライブと妻と参戦しましたありがとうございます前々回はコロナ禍の前に名古屋、栄のなぜかファッションビルの1階通路で開催された普遍番組の公開生放送あったあの番組なぜあんなところから放送していたんだろうねありましたありましたんかファッションビルの1階で何かやりましたよライブでその横で店やってるから迷惑だろっつって番組で聞いた気こするなそうで番組にも話したと思います迷惑ですよねなんで <laughs> 横の,そのプラダとかの人にさ嫌ですよねなんつって当てましたけど <laughs> 気候の寒い中長丁場の公演となりますお体ご,ご自愛ください今週のトークポツケスは腹辺切り上げてオケーですよとよよ楽しみにしておりますあ,<ー>ありがとうございます、うん、あのまだ何喋るかとかそんなに決めてないんですけどじゃあ割りそんなに決め込まないでいくものですかうんだってそんな, 1>, な 1, 時間1時間ぐらい90分もうちょっとかなわかんないけどいやその なんつうの？いや別に決め込むも何もだって自分の話だからね。そんな別にそんな。 そんなだいや自分の話だからって決めなんか用意していくしていかないとは。でもまあ何、うん、となくその、うん、要はそのビジョンというか、うん、その僕のやってきたことにいくつかそのなんていうかなやったことっていうのが、ねうん、項目別しかもそれって結構時期別に分かれてるから、うん、まあその話じゃないですか。なるほどだからその、まあ、ヒップホップっていうのをまあやりだすのとライター業はほぼ同時ぐらいだけど要するにヒップホップカルチャー啓蒙期。 みたいいななものが1個あるじゃないで,、うん、でその次に来るのは実は j p o p d j 啓蒙機っていうか今度はその日本語の歌とクラブみたいなことを調整する、うん、で次ラジオ機みたいなのが来るみたいな、うん、それこれ何個かに分かれるので大きく言うとそのヒップホップ機<う> j p o p d j 機<ー>ラジオ機みたいなものが分かれると思うんで<ー>この3つだと思うんですなのでまあほらもう,も,うも,うもういいじゃないですか。 <laughs> も,うもうできてるじゃん、ままあ、できてると三幕構,構成はできてます、ねはい、だからもう全然もうこれじゃんはいおしまい <laughs> 現場で,現場でも時間持て余してほしいな」そ、うん <laughs> なことはないと思う、ね、<laughs> なるほどねえー、もいいですねそれ学生さん聞けるのはねどうかわかりませんけど、ね、んかさっき言ったみにその陣作ったよなんて話もするかもしれないし やっぱりそのなぜそのじゃライター業と並行その活動音楽活動とやるこプレイヤーとその評論活動が同時なのかっていうことであるとかみたいなこともお話しすることになるのかと思います。いいですあとじゃあんで急に j − p o p d j 始めるのかみたいなこともあるしまあその中で最終的にラジオってとこに着地していくのは何でなのかとかラジオって急にこうなったわけじゃなくてみたいなね。 就職活動っててさんしたことはないです前もなんかね富山由紀子さんこの番組にで、はい、よく出てたいてる富山由紀子さんに誘われて一回なんか早稲田大学でなんかお話ししたことがあったんですけど、えー、その時にその富山さんに言われたのが、はい、その本体と関係なくてもいいから、はい、自分がなぜその職業になったのかっていう話をちょっとしてほしいって言われてそれは多分その年々今その大学生とかの子がその、はい。 大学行ってで就職試験とか就活して、えー、で会社に入るっていうルート以外の大人をあんまり知らなかったりとか、うんうん、まあでもそれは僕らの世代だってそう僕らの世代の方がそれはむしろ。 強かったと思いますよ、うん。でもほら、その、就職できなかったらバイトすりゃいいや、みたいな感覚が、今の子たちはやっぱあんまなくて、うん、もう、就職失敗すると、もう、イコール人生積むみたいな、ものすごい、その、恐怖感とか、切迫感にとらわれてるから。世、ね、の中の景気も違うからなそうそう。そうじゃない大人がちゃんといるんだっていうのを示すためにも、そういう話をちょっとしてほしいんですよねみたいな、うん。まあ、その方、この間、坊主君と話してて、結論は、究極は兄だと。うん、<laughs> こちらだら兄。あれはさ、あれが生息できてる女っていう。<laughs> ゆとりですよ、うん、国の。<laughs> うん、うん、あの、兄、兄という生き物が平然とした顔で、<laughs> あの、ライダーの怪人の写真見ながら、<laughs> 平然と生きているという、これがやっぱりわれわれの希望であるということですよね。ライブで見ると、最近、なんかありがたいなって気持ちも湧いてきます誰もが憧れる男ね、アニと言われてますからね、普通ね、人の武道館ですよ、人の武道館ライブ出てきて、失敗したら、多少は申し訳ながもんんなですよ失敗しししてまたねかったな、あのそう。でね、いやいや、でもさすがもう、アニ君、こういうところ、謝たずね、謝たず謝ってくれる、やってくれるなんて言ったらね、もうね、やってやりましたよ 最高全然悪びいてないみたいなそれが正解なわけですからわかりましたから要はみんなが元気出る話しますから元気出るようにしますんでねでも逆にレールを外れるもちろんバイトすればなんとかなるのはあったけどレール外れるなんかないそんな生き方あんのって感じもありましたけどねよりよりなんか要するに就職して終身雇用が当たり前っていうかそういう時代でもあったんで。 あのー、確かにね。そうそうそうなので、あのー、まあ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 ね。まあ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 、まあ、<laughs> まあ,あとでも最終的にはそのね、じゃあ歌丸さんはね、なんでこういうふうになってるのかと、んうん <laughs>、うん、みたいなことになる。いやでもね、でも違うんですよ。運あの運運気だたとしても、うん、運に近づくような努力はしたかもしれないね。ね運を呼び込むための努力という,うん、うん、努力ってか努力ってか運転。 文字こうそっちに近づくように火事は切ってたっていうかね火事でやっぱ火事とか切るちょっとは切らないとやっぱその世の中ねもうそれはやっぱ恐ろしい世界ですからそれはあるかもしれないですけどね火事ぐらい切っていくといいのかもしれないですけどねまあまあまあそんなこともですねいろんなね愉快な愉快な。 トークなんかもね感じながらできますということで名古屋芸術大学ね当然学長のいろんな問題なんかも踏まえながら、うん、主に学長問題かもしれませんね、うん、許すまじなんですか <laughs> 主にいやだって本当にもう、うん、あのセクハラ発言後の、うん、その後に言ってることとかも結構耳を疑う感じのことを言ってて、うんうん、で別にやめてないんですよあ そうなんです。で学生の方でそれに対する講義の展示みたいのをしてそこが毎日新聞か何か取材に来たら取材サッとアウトしちゃったりとかあららそこそこひどい結構問題あるんですよねただ学生たちには罪もなければ私が行くリベラルツの皆さんももちろん非常に困り果ててるという感じなんで応援してくるというか学内の困ってる人たちが応援してきますああそれはいいですねやらかしちゃってくださいともうウェーッつってねその辺でウェーってプロテスト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  プロテスト、これがプロテスト、うえビシャゃーっとね。ら余計。バンタリズム、偶像破壊し、みたいな感じですね、やってこようと思うんですね。ということでですね、文字読んじゃった。メールはちょっともうこれぐらいにしておきます。そうですね。もう顎が疲れたんで。顎が疲れた。ガチャっと落しましたよ。そして、YouTube 作業を終えた美野田くんと、そしてあ 今やもうイベントイベント式の鬼とかしたあの男がやってもらいました。厳しい目をしてやっていました部屋に入ってた自己紹介お願いいたします。これ佐見です。木曜エイデのしょぱたです。はい。お疲れ様です。作業がようやく終わって YouTube ね今日はねあのあれなんですよあのグラディエーター2ということでまあある意味ビジュアル重視の映画ですからいろいろネタはあるんだけどまあどうしたもんかどこを切り取るかグラディエーターのやっぱ調べるとグラディエーターコスプレとかあるんですよ全然。 で,<ー>でまあそのでハロウィンよみたいなやつ、ね、で,でまあそれ買っといてもいいかなと思ったんだけど、うん、まあ私はやっぱり、あのー、ちょっと遣唐使の役じゃない方がいいなと思ってやっぱりグラディエーターとしてはあれということで、うん、親指下げ、うん、ね。うん やっちまえっていうね皇帝があるんだったあれをやってみましこうやってやってさ「神のこれが神のおぼし飯なんだ」みたいな全然客喜んでねみたいなあのくだり最高やっぱ下駄とカラカラすごくよくてさ「神にも等しい私がさなんじゃうわ」みたいなさ客も意外と気使わねえんだなとか結構面白かったですよねだからいろいろさ最後の方がんていうの きじゃないかみたいなご意見もあってまあそれも分かるんだけど私の解釈はもう要するにゲタカラカラ政権がもうもう見かけられるでローマ市民的にはもうこいつらねえなってなっててででいくつかそういう政治逆転劇があるわけだからコモドズなんてだってさなっちゃってるわけでまあ少なくとも劇中ではだからまあもうあの状態になっちゃうともうそんなこと気にしてねえよだしそのなんだ要するにああの方のあの方の あの方のご子息ですかってなったら、もうそこでファンファンってこうなっちゃうっていうか。そのぐらいの土壌ができてたんだっていう。ことだと思ってます。そう思います。僕もそう思って見てました。カラカラさんとか、そうね。市民ドントス。また、新、新しい執政官はってね、あのデンゼルがどんどん新しい執政官は。市民ドントス。で、もう一回言うじゃない。みんな、ええ。市民ドントス。マジかよ。 市民のとす、イエーイって言ったら座って、デンゼルに丸め込まれた金持ちがさ、さすが、おーって、ああいう、ああいう、なんていうの、笑わせ方、本当、うまいっていうかさ、ナポレオンとかでもちょいちょい見られるさ、あの、ショワーっていう、あの真すごいたたまんなくてよかったなかと思いま、あのね、ゲタさん、ちょっとあんまりね、あんまりネタはあれですけど、ゲタさんがさ、カラカラこうってさ、こらえたときさ、 お前も手伝え!」って言った次の瞬間のあの最高だよねちょっと一瞬スローになるじゃないですかあれがあの瞬間もう入ってたよねあれねマッコールさんがねマッコールさんが時を超えて時を超えてヒョしあとあのあのあとののマッコールヌス最後のあのあのコロッセオでさあのね カラカラさんにねちょっとあれするとあのさもうさわあってさわやになっててもういいかともうちょっととにかくいろいろはしょるかみたいないろいろはしょるかみたいになってはいせーのって全部カラカラさんがねわあってリアルオールド本当の本当の場所だわあい怖いよ思ったより怖い思ったより怖い思ったより怖いううんこダック可愛い やり方もね、まあコールさんやり方、ホムセンターでハンマーを下ろすみたいな感じだから、コムドゥスとか、カラカラとかゲタが悪いんじゃなくて、ああやって育てたやつが悪いじゃんよ。そうそうすよそうそう。って考えると、結局、元たとえはね、マルクス・マウリあれなんかね、リチャード・ハリスが立派な顔してやってますけど、おめのせいだぞ、この野郎ってね。あと、ちゃんと紙に書け、紙っていうか、残せ、お前、その証文にさ、マキシム 口約束やめろよ、お前マジで。あれ気まずかったよね、だってさ、もうね、もうダメダメ、もうコモドスダメだから、もうお前に譲るからみたいな。てかさ、死んじゃって、行ったらさ、コモドス来てた。あいっつって、新皇帝にキスしなさいみたいな。んっつって。

まあそんな感じでね。すごい映画でしたけどね。面白かった。英語英語でみたいな、その突っ込んでももうリドリー・スコット教なんかそんなのね。そうね。そうね。そうね。映画だからわかるわかるでしょその方々って。え映画だからね。ハリウッド映画だから。ハリウッド映画。はい。はいそうですか。え何じゃそのスター・ウォーズの人全員英語喋ってんのはどうなのあれ。ねなりますもんねこれね。はい。まあこんでございましたね。まあまあまあ。まあまあまあ。

丸さんに十何年前あるかもしれないですよ、これ私が覚えてないだったあのけ加害者がよく覚えてないってやつがありますからそういうことは聞くよまあまあ分かりません、分かんないことが起きるまでわかんないことが起きたときに最後の瞬間に気づくそうだって緑ですこと的やだな最初から積んでいたまあ確かっな、そうかもな。 あだから今さその柴田くんに乗せられてさまあまあだのさうんだのさあと今回のイベント全部罠な可能性ある全部罠すごい新聞はいということでですねえっともうメールも終わったんでえっとだから箕輪田くんは別にスタジオに入ってきたけどやることがないないですお疲れ様でしたいやも下着姿だね下着下着じゃないです T シャツですよあそう下着じゃないインナーに見えますねそうだって V ネックだからさ V ネックってインナーなんですか僕丸首が嫌いなんです僕丸首みじゃあああ言ってたねそっか丸首だけ嫌いなんですよ俺の顔見ながら言わないって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 言わないっないいなんですよ僕首がこうすれちゃう。確かにスウェットとか着てるの見たことないしパーカーもないですね前がアタロく T シャツとかぐらいだねイベントの時そうだから前がかない服はとにかく僕苦手なんですよ V ネックはこれはだからこれをこれを カーディガンを着るためのガジェットなんで、うん、ガジェットですって言いう使い方は間違ってると思うけど多分僕前開きじゃない服はなんか着ないんですよ,よく言ってますね、うん、持ってないですだから、うん、へえ<ー>だまあ番組グッズとかは別ですけど個人的な好みとしては全く買わないですね、うんうん とい南くんがね特に今日の南くんのメッセージはそれです俺は前飽きないそれよりもねちゃんとメッセージをね言うべきものを持ってる男がいるんですよここにこの場に丸首スレッタの男が今週は皆さんどんな発表がねありました大切な発表が今週はありましたい怖い怖い皆さん皆さんも見ない声はあるとい言い方も怖い怖いしいやいやもうとうとうとう言えたっていうことが今週あったじゃないですか あイベントですね。はい、大忘年会でございます。アドローク2大忘年会2024。うん、まあこれ、本放送聞いてらっしゃる方も多いとは思いますが、一応言っとくと、12月30日、え、うん、今年最後の生放送の日でございます、はいでえー。いつも通り10時から11時55分前まで放送した後、そのまま我々出演者、うん、まあおそらくは、えー、と予備パートナー全員、うんえー、一度 TBS 下にです、ね、スタンバイしているタクシーに、ファッと乗りまして、うん、そのまま大会前ニットに向かわせていきます、うんえー。会場は11時半オープンでございまして、そこでも放送は流します。流しながらのちょっとした お楽しみみたいなもあるかもしれませんけどもとにかく、えー、もしご来場の方はそのところで待ってい,ていただくらわれば我々20分ごろに到着しますのでそこからイベント本格スタートというそして朝まで5時までというオールナイトイベントですこれ今仕切ってくださったってのが AD 柴田くんでございます AD が仕切るイベントなのかと皆さんね今びっくりしたと思いますけど <laughs> いや別にそんな,な,か,なか,聞かないや別にそが仕切るいや,いやいやなあなたそ,そもそもだからその AD って言ってますけどうん、うん、だからそのマークリンヌスが、ねはい、奴隷承認って言ってますけどうん、うん、いやただの どれじゃどうねだろう考えても皇帝より器上だべこいつっていうそういうものだと思ってマクリンのやと思って見てるんだあそうなんです。ははいい。意外と年もいってますしねその確かにああ。今まで言ったことないですけど三十代半ばですからね僕ねもういい大人なんだもともとじね事業担当そうなんでです。す。あだからすごくこれビジネスにやっぱたけてるわけそうなんです。もともと私は事業部に三年間いてから制作部になるほどいるというような経歴なのでちょっと今回は番組のイベントをちょっと中止ありがとうございます んね、いろいろまとめている金感情とかもできるということでうもうにててす。本当にそうですね。本当にそのな、うんか仲介役って感じですね。その見てください。三輪田くんができますか,とか？<laughs> えやる気ありますよこいつぎできますか？裸足で手書いてるやつ。裸足で両手書いてるやつできますか任せられますかこんな人に財布を？ね <laughs> そういうこともあって制作側の気持ちも分かるし事業部側の気持ちも分かるしその間をうまくどうすり合わせるかみたいなことを私はいろいろやっているいということでございましてトークメインのイベントを今回開催する運びになりましたと。だし放送終わってそのまま最後年内最後の放送終わってそのままリスナーの皆さんと忘年会でこんなガン上がりもう型としてもう。 あ、上がる要素しかない,っていうか、ね。理想のラジオですよ。こんなものね。最高ですよ。<え>どうでかい打ち上げですよね。うん。ということは、ね、見,見事。あの、こう、発表までこぎつけて、今。先行予約を受け付けて。確かに。発表が。ね、発表できるかどうかは、うん、一番大きいでしょうね。そうですよ。も大概のものはもう発表の前にもう処分でいくわけ発表できてないものが多いんですからね。 本当にね発表いつまあいつ発表できるかっていうのが結構大事ですからねイベントごとって本当にそうなんですよ確かにチケットを売り出してそうだってこれがもうあと一日三週遅れてたら3週遅れしたら大変ですよだってそもそもさ年末の予定ねみんな言っちゃうもんねそうなのよこれだって遅いぐらいですよそういう早ければ早いほどいいぐらいかもしれないよこの TBS ってのはどうかしててそこがさだからその年始の放送どんぐらいやるとかっていうのは昨日聞いたからたそんなことそんなことある 普通さ芸能人とかさ年末年始さハワイとか行くんだよ俺ハワイ行く予定一応ないからいいけどたまたまハワイ行かないだけでたまたまハワイ行ってないだけで冗談じゃないですよ。 一日やりますついて、だから三十やって、忘年会やって、でもうあさってその翌々日次に放送します。知るってやります。じゃあ、ついたしね、生放送。三十。日付超えた翌日ですよ、もうつい確かに。翌日か。あ、だから、その感想メールかもきっとあるでしょうから。そう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 、これね、ご紹介したっていきますよね。で、そういう感じで、ということで、今先行予約を。 来週の月曜日まで受け付けております。これ今聞いてるんですね、先行予約だってね聞いて、先行だってガタンっつって、こう机に足ぶつけてね骨折なんかしてごらんなさい。これはそんなの目も当てらんないですよ。ごあるし慌てんなとその抽選だと抽選ってしかもこれはちゃんとあれですよね。抽選と言ったってあれですよね。ちゃんと公公正な抽選です。ああ、それはもうお玉さんご安心くださいよ。これは公正なやつですよね。それそうですよ。何か何かの意志が してないですよいやだってそんなのさ分かんないじゃん今もう世の中何度も信じられないからさ疑り深くなっちゃってるねみんなそうそうだから抽選だどうせ抽選だって決まってんだろこんなのこんなのできれいなんだろうってそうそう金のある順だろなんて上級国民が取るんだろうなんて思ってる人いるかもしれないからちゃんと E プラスさんの方でねしっかりと構成外部の人にしっかりとやるんですから E プラスのことは誰がウォッチするんだってことありますよプラス E プラスが公正にやってるってこれは誰あの E プラスですよ。いスでもこれ、巨大チケット組織じゃないですか。巨大チケット販売組織だから、巨大組織っていうのは腐敗がつきものですから。やめてくださいよ、E プラスさんはもう。あのローマ帝国でさえね。あのローマ帝国まあね、そりゃそうですローマ帝国のことを思ってください、E プラスさんじゃ。ということで、たくさん今、お申し込みをね、今、いっぱいいただいているんですが、ただ抽選なので、だからまだ行きたいなと思ってる方は、焦らず、忘れず。 あの、ぜひ申し込んでください。明日しようかななんて思ってると、またね、散歩歩くと物忘れちゃうんですから、あなたね。オッケーなんつって。自分の給付を過信しないでくださいね。うん。ということですね。あれなんだっけみたいな今何しようとしたっけこんなことばっかなわけですよ。これどこだ洗面所来て、うーんとなんてね。やってばっかなわけですから。今すぐですね。ぜひ。今すぐ手元の、このスマホをですね。ポチリとしていただきたい。イープラス。はい。 これでも本当にもっと事業部経験から言うと、ええ、こういう選考申し込みとかのところでどのくらいの申し込みが来るのかなっていうのが実は結構大きいデータになるわけです。なるほど,なるほどうの、ん、どのくらい人気がある番組なのかっていうバロメーターにもなるしなる、ね、このくらいの申し込みをしてくれるんだったら次回やる時はもうちょっとこのくらいの規模でできるんじゃないかなとかっていうのの材料にこれなるのでぜひ。本当に 申し込んでいいいただけるとろろ今後ややりすくなって最初からいろいろ決めつけないで送ってください。我々も結構ちょっとやっぱ正直ねオールナイトって大丈夫なのかなとか言ったら年末って大丈夫なのかなみたいなもちろんいくつか不安要素もあったりとかしてあと中身がよく分かんない豆腐は中心ですっていうことしか言ってないですしっていう中でどのくらい皆さんがこうじゃあおもしそうだなと思って来ていただけるかとか申し込んでいただけるかっていうのが結構実は。 大事だったりとかするのなのでぜひ皆さんちょっとねもちろんいろんなご用事終わりでしょうからも無理はなさらずってのは当然ですし決してねチケット料金6200足すドリンク700ということで決してお安いとは言えませんがでもまあこれ我々のうち事情としてはまあこれがギリギリだということなので。 余裕というかな。時間にも、お金にも、まあ、余裕がある方。そんなね、だって、役わずでね、来ていただいて、もう一個言いますけど、その子供の学費とか使い込んでね、来てもらったり、困るんですよ。それ、マジで。あの、大丈夫です。うちの子供、ちょっと進学諦めないで絶対。楽しめないよ、その夜はもうみんな。誰もね。誰も楽しめない。全員が。全員が楽しめない。全員が楽しめなくなる。こんな言いやんなきゃよかったから、絶対。やめてほしい。これはね。何につけてもらすよ我々のにつきないですね。そうです。他の何でもいいですよ。

インバウンドとかでホテル代がめちゃくちゃ上がってるのに朝まで過ごせるのに7000円以下っていうのはかなりお得なんじゃないかって言ってるでもさ結局そのさ朝まで過ごしていただくっていうことは要は普通に帰れますよっていう電車でっていうのは一応あるんですその最初いろんな時間帯の意図があったんですよ放送時間帯と一致させて公開放送イベントにするそんなことしたら今の時間帯だともう単にみんな放り出して終わりになっちゃうからちょっと無責任やろとよくないだろっていうのもあって Yeah. 僕としてはまあちょっと体力的には大変だけど、でも体力的に大変だけう昔はそんなオールナイトイベントなんか毎週のようにやって,てだから、別にそんなもんね、<laughs> もう要するに、てか、あと私、別にあの毎日オールナイトなんで、俺は大丈夫なんで、俺は全然余裕なんで、年末の東京のホテルに比べれば安い,、うん、安いと、ね、<laughs> ういう考え方、<laughs> ホテルがライバルという。うううう ただ帰り、寝過ごさないでくださいねという気をつけていただきたいですけどね寝過ごすってでももう年末ですからね通勤の方とかももういないんで私が昔よくやった気が付いたら山手線の満員の山手線の中で横になって椅子をこうやって完全横になってこうやって寝て

俺、普通に舌打ちするかもしれないですよね。舌打ちは多分、なりまくってたと思うけど、そこで私が取れる行動は、もう一回寝るだけこの人はマジで眠いんだって思う。てた。要は、こんなとこで起きてすみません、すみません、しょうがないじゃん。だからもっと人減るまで待ちしてくだこれも言っとくけど、もう2三3 0年前の話ですよ、2三3 0年前の話ですけども。 今は良くないよ。今はそんなことしませんけどね。何回か見たことあるわ。たまにそういう人。そういう人。でもさ、そのゲル、向かいってる人がさ、もう口に、 もうちょっとここ返したさあとが口にあってこうやって前後してたりさあれが一番だめだと思うもちろん戻すな理論外としてその時限爆弾人間児爆弾それに比べれば俺すごい寝相もいいしお行儀よく静かなもんし起こすのかわいそうだなってなって顔っててやっぱ日本社会もあとそういうの許容する余裕があったのかな当時はね。ヨーロッパの人た すよ。とかほら今はもう身ぐるみはがらせるねともう今だったらもう裸裸でいい全部身ぐるみなかった電車の座席あったかいから話してそういうふうにならないように気をつけてくださいね迷惑もかかりますからねまででがイベントすからということで12月30日「えトロック2大忘年会2024」詳しくは番組ホームページ TBS のイベントホームページあるいは番組の公式 X にもね となってますんで、ちょっと見てみてください。うんうん、はい、ね、よろしくお願いします。あのー、老婆心ながら、来た方がいいと思います。うん、老婆心ながら。うん、ちょっと、まあ、ね、うん、あれですけど、うんうん。すみませんね、今日も、ネタバレしないって言って、もうあ、あの、速攻。あらすじ読んでる段階で、ネタバレしてしまったというのもありますけども、<laughs> もすみませ、うんね、すネタバレって言わないよね、あんなね。ルシウス、ルシウス。<laughs> ルシウス。予告、だって予告編で言ってますもん。え、言ってんの。今日、うん、ます <laughs> お父様のように戦うのですかあなたみたいなこと言ってましたよでもさそ,のそれだけ見てもお父様ってなるもんね、うん、いやでもワン見た人からしたら、ね、いやいやでもワンでそんなこと言ってないからあそっかワン、うん、では言ってないあの別,別にお父さんいることになってるけどーに,になって急にいろんなこと言い出してるからでもワンとちねあのメールになったけどワン見るとちゃんと振りになってますよって<ー>匂わせはあるかもね匂わせねうん、うんうん そうあのちなみにワンの,の時のあのルシウス役の子、うん、あの今回、子役時代のあれでは人変わってるけど、前の子はあれですよ、あのアンブレーカブルの子ですからね、あ<ー>うん、同じ子ですよ、だからつまり、お父さん、強いお父さんの前にいる、ちょっと優しそうな、気弱、うん、そうな子供役役、うん、であのスプリットの時だっけ、違う、あれ、ミス,タースミスターガラスのにあに、うん、あの要するに何十年経って、大人になって、お父さんをサポートする姿で、ねうんうん、出てましたけどね、いいのねあの人ですよ、あの人。 クレジットも出てましたけどね。ぜひまだなんか例えばさ、まだこのイベントで発表してないことがあったりすするんでか発表してないことは、まあ、曜日パートナーは出るけど、ほかに誰が出るとか。とか、時間割り、時間割り、時間割り言っていいのかな。いいややも いやでも楽しそうだなこれは今時間割は俺思うにあの俺の意見ねはい一応それなぜは言わないけど十二月頭ぐらいを過ぎてからのほがいいんじゃないですかああなるほどうんね多分来週以降がいいんじゃないうんいいんそうだなこれはねここにも資料がありますけど楽しそうだなあっちもスケジュールを見るとだけでももう楽しそうこれはニコニコしますねこれはえあの霊障か柴田君もですか霊障してるんでしょどうせいや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 冷笑してるんでしょって冷自分のイベント んなでもね、ここが不安なのってとこがね、本当にね、あんまないですよ。だってね、正直、そのつくの0時20分とかで正直、その後5時までって言ってくるあっという間になんだよ、マジで、マジで、本当に。だと思いますよ、途中ね、私の下手くそな DJ、皆さん、そんな細かいこと気にならないと思いますので、なぜなら夜中だから、朝だから、暗くて夜中だから、あとお酒も入ってると思いますのでね、やりたいと思いますんでねもちすでにキャパえのね。 あの、申し込みいただいているので、うん、ちょっと残念ながら外れちゃう人もどうしても出てしまう倍率 1>, 1倍以上ではありますけども。うん、あるんですが、はい。うんうん、あのーうん、まあ諦めずに。そうですはい。そうですね チャンスが今平等ですからね申し込んだ人は平等にチャンスがあるんですからさっきも言ったように公平な。あまり言うとみんなちょっと勘ぐっちゃうかもしれませんこの抽選は公平ですこんなに強調するってことは何か普通そんなこと言わないのにありますけどねこれは公平ですからねということでえっとよろしくお願いしますえっと来週の月曜日来週っていうのは何日 ?12 月2日いっぱい 十月二2日いっぱいとなってますので火曜日チーンとなったらですねもう先行終わってしまいます月曜のうちに申し込んでくださいでもさこれ3にやってさっき気づいたけどで31で1日生放送じゃんだからやっぱ1日生やってよかったらどっだってこれの反響とか絶対あんだもんねその間いちゃうんですよね1日だけんか録音とかにするとか言ったけどやっぱやった方がいいんですよね僕僕だけが言い張ってんじゃないんですよ 僕はええ、生にしろよみたいな。そういうこと言いがちなんですけど。ムービーガチャ回しましょうね、ムービーガチャね。1日に回しましょう。来年はどんな映画あんのかね。果たして。えむあおあい。かませよー。に続く。あるんですかね。これはちなみに、ムロ君のね。キングオブディギー、ムロ君のえむあおーってね。この漢字ね。え、ゆー。 この感じね。マイクロホームページ。はい。これマイクロホームページ。こっち。え、ミュー、アオ、アイ。え、ミュー、アオ、アイ。ジアマリー。えよ、むろい。えよ、むろい。えよ、むろい。えよ、が悪い。かませよ。かませてんじゃない生き続けるものでしょ

世代的にはだって室井さんってそういう世代三品世代でしょ来ててもおかしくないもんね。そう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 日比谷行ってましたみたいなね。モブリブ大好きっすってマジでで警察ここ刺しましたなんでみたいななのかもしれないからね。まままあああ だってなんかアナログレコードね、聞いたりしてましたもんね。確かに。確かに。DJ の名残なのかなテッカテカの音の、テッカテカの、テッカテカの音のなんかアナログーたパッキーパキの、で、な、で、懐かしいな、かなか言ってましたけど、ちょっと音楽センスはちょっとクエスチョンがね、作ってますね。DJ としては耐性しなかったでしょうね。音楽センスそんなにね、良くない可能性ありますけどね。ターンテーブル売っちゃったんだろうな、多分。なんか聞く曲のチョイス他にねえのかなあ、なんでだろうな。でもこれ前編だからね。 まだね、これはもう、初見だから、後編。行き続け、後編。うん、見るまではね。わかりません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 。もうでもヒットしてるんですよ。うん、二週連続動員一位とかだった。あ、そうですね。多いね。はい。いい、いい映画なんじゃないですか。あとやっぱちょっと、その、あれじゃない、やっぱり最初の見た人が。ちょっと、その、なんとしても、この気持ちに決着はつけないといけないから。 そうっていうのもあるんじゃないですか前編として成功だったとどうするねいやそういうのを成功って言い出したらもう多分この国は滅びますよ <laughs> <laughs> 憂いてるなそれを成功っていうふうに言う国だったらもう <laughs>、ね、フギをピシャリと刺しました、ねね、<laughs> <laughs> <laughs> 厳しいですね,ね普通にもうダメだと思いますけどね、うん だから国家の存亡がかかったね、来週のムービー落ち前、もうあちこちでみんな言いたいこと言ってんでしょなんか、割といろんな評判、いろんな評判っていうか、一方向の評判、よく聞きたいですね、自分で作ったわけでもないのに無責任いろんなこと言う連中って嫌ですね、そうだそうだ、嫌ですね、辛口なんて嫌ですね、僕だってもう全然そう、そんなんだって全然良しとしてないですもん、そんな、だってもう今回もね、グラデュエーターつ見て、お面白いなんつってさ、面白いろいって。 市民、市民、市民、どんとさよいいじゃんっってさ、ゲラゲラゲラなんて言ってさ、怒ってる人いるからさ、ん怒んないでよっなんかその辻褄おかしいじゃん、えっ、辻褄とかそこ、そんな気にならないでしょ、そんな映画だよって、そんな立派な映画じゃないよ、これってさ、ねあのね。 つですね、2倍、2倍って、そういう映画なんだよすべてが2倍っていうね、本当にマジでそういう発想の映画だから、確かそうだと思うそいうことなんですから、リドリー・スコットだって、君は何を生きてるのかねって言うと思うんですよ、それは。変な生き物出てきたの面白いでしょってれでもあれでも、ああいうのはいるって言い張ってるとにかく言い張って、ちゃんと指摘されたらしいのこんなヒヒはいないって言われたらしいんだけど、いや、いると、俺はビデオで見たと、無毛症のヒヒがいて、それ、超気持ち悪くて、言うんだけど、 けど、うんいや、にしてもあんなでかいまず、俺あのシーンずっとあいつ見てましたよ。<laughs> 結構、さ、うん、ね、うん、まあ当然 C. G. なんだけど、うん、でもその元にしてるのはその、うん、なんていうの黒タイツ着た人間で。うんうんうん でんかそれでその CG 重ねたらやっぱそういう意見出たなんてインターネットムービーデータベースによればこんなヒーヒはいないっつって。んか絶妙な気持ち悪さなんだよなでもそのやっぱその俗悪さっていうかリドリー・スコットが好きなのはあれだけインテリで西洋絵画元にとかいろんなこと言ってるけど確実に映画の肝は俗悪さだって分かってるから全然俗悪なんだよいつもさ。 だか,らだから好き <laughs> 目がらせないんですよ、うん、今回の「グラディエーターズ」の,のオープニングでさその前の,その闘技場の場面のチャリオットに乗ったさ、うん、女弓衆いるじゃないあれがさやっぱなんかちょっとこうやばっていうかさ、うん、やべえやつ来た感あったじゃない。うんうんうん うわなんかこの絵やっぱちょっと変態っぽいんだよねなんかね <laughs> そこをこうピックアップしてるところとかもたまんねえなと思ったしあと,あとさ今回のアニメさ目とか歯が異常に白いのがさ <laughs> なん、ね、あれが <laughs> あれが何ともしれんこうう <laughs> アングラ感っていうかさなんかアバンギャラとかに出してていいんだよね俺今回はもうダイジェストオープニングの結構傑作だと思っててす、ね、素晴らしかったですねで皆さんの「スーパーマン2冒険編」うん、これのオープニングはもう僕そのダイジェストオープニングの最高傑作だといまだに思ってますけども,うん、うんも でも前ねあのほら「ちはやふる」千の時に「ちはやふる」の,の特に第3部か、うん、第3部のオープニングで今まで1部と2部のノリのいいその編集でそれでパフュームの主題歌でやったらもう爆上がりじゃんって、うん、なんでそれやんねえんだよっつって。 うん、それをね、すごい文句言いましたよね。ねで、今こうやって言ってるけど、もう僕の中ではも、それがオープニングになっちゃったんですよ。<laughs> 出来上がってんだね。あれってね、最初ダイジェスト、あのャイアールも良かったよね。<laughs> <laughs> うん。<laughs> あの、やったっね。僕の考えた。どう,ます <laughs> うん。 ファインディングドリーも僕、僕の考えたファインディング、ファイディングドリーがいまだにも、今、今もうそっちが主流ですね。<laughs> 主流 <laughs> 俺の中で、主流,中で主流。あの、一緒に、あの、要するに、みもたちは一緒に旅しないバージョン。ドリーだけが旅するバージョンなんですけど、うん、僕の中では、うんうん、で、帰ってきて、お父さん、お母さんに会えた、会えたよっていう。あ<ー>まあ、それだから、その、見た人だったらわかると思うけど、これで、すごく、うん、今、言っただけで、多分、見た人だったら、そちっちも、うるっとくると思うんですよ。ほら。 いい映画でしょどの立場で言ってるのかも常に僕の考えあとあれですよブレッドトレインブレッドトレイン面白かったね最後まさかなおかってカメラグーッと上がってったら千葉ちゃんなんだもんな真田広之 VS 千葉ちゃんだもんなあと二人組のねレモンとなんとか原作の殺し屋がまさかベイビー悪ルキューレの二人になってるとはなよく日本もチェックしてるんだよな面白かったよね 高でネタバレをしう言われ続けたら俺もその映画だったって思うからね強いなあとあれだな俺は「スター・ウォーズエピソード3シスの復讐」のラストショットももう掛け替わってるからね応援おじさんとあれが幼いルークを抱いて二つの太陽を見るっていうんですけど。 僕はもうノベライズの方のエンディングと同じで、えっと、2つの夕日の向こうに、えっと、オビワンが乗ったバイクが去っていくこれ最高じゃない今浮かぶな浮か,浮かぶでしょやっぱそのオビワンがその自分のやってしまったことの開墾があるからあんな謙境の島でその責任取ってるわけよ彼は <laughs> っていうだって応援おじさんってさってことじゃないですかだからこっちのはいいんですよね シスの復讐はノベライズがとてもいいでで有名すねシスの理屈のが正しいってことがよくわかる要するにアナキンが転ぶの当たり前だなっていう感じがするんですねというような話をする場だっけそういう企画もないですねやっても面白いなと思いましたあでもネタバレが不可避やからねもともと知ってる前提でずらしてまったもんねあのね ママキシスは死んじゃったあまでもさグラディエーター2見るにあたってマキシマス死んでるはもう冒頭でそれは寝るじゃんだからもう前提なんでこれはいいでしょまあ2が作られた時点で1のこれはネタバレは OK と見なすっていう感じじゃないですかこれもちなみにあのやっぱ見返すと本当トにホアキンのコムズ最高よああ 面白いねあの,ー、のまああのまあ、とにかくダメなんだけどとにかく卑怯 <laughs> とにかくね、うん、卑怯がやべえ、うん、<laughs> あのー、嫉妬 嫉妬なんね、とにかくもうとにかく嫉妬が動機の男で、うん、でコモドスでコモドスはも彼が欲しいもの全て思ってるのね、うん、で極端なんだよそのヒーローの作り方が、うん、ちょっと小山優の漫画っぽいっていうか <laughs> 小山優の漫画のヒーローとかヒロインってもう無条件でみんなに好かれて全部持っててで敵役はそれをもう何も,も,もうひがむみたいな構図で、うん、まあそれが明快さを生んでるんだけど。うんうん 安住にしろオイリおま間にしろもう何でも頑張る元気にしろ全部そうなんだけど、うんうん、それにも近いある種の明快さがあってこれははっきり言ってリドスコ的とは言,い言えないかところもあるだからそれぐらい当時のラッセル・クロウが魅力的だったのもあると思うんだけど僕それよりもやっぱそのだからコムドスの方が。 面白いなと思うしうん、うん、今回のやっぱあのマクリヌスさんの大,大暴れのくだりがある方が俺すうん、うん、俺は正直ちょっと好きなんですよねやっぱねんかヒーローがかっこいいだけの映画よりなんかいというところもあったりしてうん、うん、今の今の感じのねヒーロー像だしやっぱあちゃんと アップデート感あるな。地味は地味だけどね。あのう、よさんが高橋よしきさんが、あのプレイボーイの連載で、あの主役以外すべてが派手にっていう。まあまあ、でも、それは、まあ、意図的なんでしょう。まあ、まあ、まあ。てか、そもそも、そうじゃなきゃ、ポールモンスから。あ、そこでだってさ、その、今でいうさ、その、ラッセルクロウ風のさ、むっくりしたさ。マッチョ男がさ、今回、じゃ、パートツーで主役ですって来てもさ。

思い切ったら事務所も受けたかそこをっ絶対劇場行きますけどね日本人として行きますよ僕日本人として言葉あんま好きじゃないけどそのぐらいやっぱりちょっと思い切ってもよかったかもしれないねグラディエーター 2? いやこれ聞いたらその手があったかすげい面白いです 神木隆之介とグラディエーターは今まで全く同じ俺線に結び付かれてなかったから神木隆之介をもってすればちょっとねない話じゃないかもしれないですよこの時代にでもこの神木隆之介みたいな人はいないんじゃないですかって突っ込まれる東洋人はちょっとさすがにあのね恋を飼ってたじゃないあれがさあルシアがあれもねまあ厳密に言うと嘘らしいんですよ恋を何か安定的に変えなかったみたい当時のまだ。 まああそううい嘘る老人の中でも一番馴染みにくいタイプのねあの世界にでもさでもさでもさあのあれなんだっけ風呂の映画なんだっけテルマエロマエあれで安倍ちゃんとかさああいう人がさローマ人やってたじゃん抜け抜けてやってんだよ別にさだからそれは安倍ちゃんとその髪切りをつけた距離感また考えてくれないじゃでも100歩でって安倍ちゃんとかねっていう。 阿部ちゃんもだってそれでオーディションぐらい受けないと嘘ですよそうでこれ。日本のオーディション受けてなきゃこれはチキン野郎です。オーディション受けてなきゃチキン野郎。新しいタイプの映画に。でテルマイの前生がね出てたら笑いますけどね一村ま差しかった確かにそう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 あとシシドさんとか出てましたよね。そうそうそう。シシド海。シシドシぐらいなんかちょうどいいんじゃないそれ。濃い顔のね。うん確かに。市民役とかで。いやでもそう。 だからわれわれが、ね、その日本映画界でテルマエローマイ2まで作られてねそれなりにヒットしてってことじゃないですか。今こんなグローバルなでローマ俳優というか日本にもいますよってどうせ英語喋ってんだから嘘っぱちなんだからかかじゃあこの日本語ペラペラ喋ってるもう言葉も日本語で押し通すんだ。<laughs> <laughs> <laughs> 大胆なキャスティングだな。なんならもう、あれです、上戸あさんもね。上戸あさん、ブルチョロしていただいて。ブルチョロしていただいて。うん、ねえ。こういう可能性もゼロとは言えない。グラディエーター3キャスティング会議ありますかなんかのインタビュー、でも3はマジで考えてて、でも、この先生、知りたいで。で、んかね。 ちょっとで俺が言ったその要するにそのルシウスが破れ去るところなのかとにかくそのローマはこれから衰退してくるんだからっていうところでなんかね俺ちょっと,ち,ょっとちゃんと確かめてないけど要するにゴッドファーザーで言うそのコルレマイケル・コルレオーネのまあ最後にあたるようなものになるみたいなことをなんかなんか俺もそれゴッドファーザーと重ね合わせてるのから三部作になればそっち苦い話になるっていう のはちちょっっとて感じもすするんで実際歴史的にもねそうなっていくだってしかもさ立場上マイケル・ポルノーなんですよ二代目なんだからそのある意味その立場はで受け継いででみたいなことじゃないですかで受け継いではいいけどあんまりその私個人としてはあんまり幸せではないみたいなことかもしれないしまずの理想は結局消えていくっていうことかもしれないしっていうね相当ビターなビターな感じになるんじゃないですかね とはいえね、でもローマ帝国は滅びたけど別にそれがそののその西洋文明のいろんな礎にもギリシャからローマと来て当然なってるし今ローマに行ったらそういうものがいっぱい残っててもう立派に現代イタリアの遺産になってるんだからもう別に消え去ったわけじゃないんですよ。一応史実を元にした人物たちもいるゲタとカラカラとかはいましたけどルシラとかもいたけど。 あのあれだよね、主役たちはさあれうまいなと思ったのはさマキシマスの名前は削られてたじゃない主人公たちは名前削られたいちなみに、えっと、ちょっとこれちょっとネタバレないように気をつけますけどあの皇帝二人ルチルの一人は実際に史実上その片方のことを憎んでよくあるやつですからなんだっけ名前の呼び方なんだけどあの要するに削ったりあの歴史の痕跡を歴史写真の修正みたいなことを昔からやる。だからその<ー> 存在しししなないことにたたりてだから例えばその主人公のマキシマスの名前残ってなくてもそれはこういう理由ですっていうのはなかなか残ってない偉人っていうところは面白いやりじゃないですかこれね。ということで言っちゃえばそのねこうローマというそのんていうんですかね共和制と独裁制の間いろいろよくあるんですけどまあ 政治体制そのしかもその大衆論じゃないでするに、うんね「グラディエーターを」を闘技場であの残酷賞を楽しんでるのは彼らである我々なんでだからすごくこうち,ょちょっと映画論じゃないけどエンターテイメント論っていうかう、ね、あのとこでもあってそこがまあ別にそれがメインテーマじゃないけどなんかこうちょっとだけ居心地が悪い感じもちゃんとするっていうかそこがやっぱリドスコうん、うん、ジジイ相変わらず意ルな感じのことやるねうん、うん、みたいなんか嫌なこと言うなあんたみたいな。 感じも含めてですねでも今回は要するに良くないなって政治に対して反響からそうに革命の話ってう意味ではナポレオンとも通じるわけですでもナポレオンと同じで別に革命を起こす民衆側が正しいとも言ってないですよ逆にすごく大衆心理で動いちゃったりもするっていう当然リドースコーがそんな民衆の力なんてとこを無邪気に信じてるわけはなくてなのでんか今回もその感じかなと思いました別に。ということでですね あるのかかどうただもうちょっと一つ私が気になるのは皆さん「グラディエーター2」今日のお便りが少ないとか賛否が分からなのはしょうがないとしてもいやいやその「リドスコ」新作でしかも「グラディエーター続編」ってなったらいかない普通っていうそこがちょっとなんかね同じ2000円俺月1で映画見る人だったらもうこれにした方がいいと思いますよっていう感じですけどね。 アメリカでもあれでしょ。なんかあの蓋を開けてみたらウィキッドの方がウィキッドがいやそれあのマイケルのマ評判もあるしもちろんファミリー映画だからこっちだってしかも R なんとかだからさ。そうですね。でもえっと R して映画としては確かウルバリンえっとえっとウルバリンえっとブテッドブルーに続いて今年にでえっとそこまで成績悪いわけじゃない。あの千五百万ドルぐらいなのでまああの普通普通の たライバルがいなければ普通に余裕でいけなちなみに1作目よりも1週目の成績、あのまあ、あのお金はね興行収入はあの、うん、当然物価が上がってるから上がるのは当たり前だけど、まあ、少なくともお金上は1作目より別に失敗してないですあ。っていう感じだと思います。まあ、今後どう,どう広がっていくかにもよるとは思いますが、うん、あの急に、ね、2週目で落ちたりとかもあるから分かんないけど、うん、まあでも。 ある意味、ジョーカー的な裏切り方を別にしてないというか、ある意味、期待待通りの2倍、2倍なんで、まあまあ、そんなって感じで、ウィキッドはでも評判いいですね。なんか、めちゃくちゃなんか盛り上がってるって、アメリカではって聞きますよね。楽しみにしております、あれはね。という感じですかね、来週は。よし、じゃあ、そうですね、行き続けて、行き続ける者たちとね、みんなで、来週の予定を発表いたします。 まず12月2日月曜日、パートナーは宇垣美里さんで、特集は本についてあれこれ語ろうアトロックブッククラブ、上田洸平さんとブックライフトーク編でございます。うん、元ゾフィー。お笑い芸人の上田洸平さん、大変な読書家という話なので。しかも大変な読書家なのには、ある意味、はい、そ,のそれこそ <laughs> あの、まあ、あの、なんだっけ、ハノクじゃねえなんだっけ、今回の主人公、藩のリのですの、ねうんはい、理由があるっていうか。はい え、あなたは <laughs> そ,のその、その、その。 その血筋でみたいな今日笑っちゃいましたけどそうなんだそりゃ読書家ですよっていう感じなんですよねでね佐久間柳楽さんとねコントリニットやったりとかそうなんですよね12月にシカゴでもうやるのが決まってるってことなんでこの話もちょっと伺えたらいいですねなんかそのまあ蓮見さんとかもそうだけどさ「ダウ9万」のなんかのてかこの番組出ていただく芸人の方みんなそうだけどなんか芸人さんもなんかだいぶ なんかちょっとそんな気がないもちろんいろんなど,どの上とか下とか言ってるわけじゃなくて僕やっぱその昔はそのうち自分の番組に芸人さん招くのって結構苦手だったよねうん、うん、っていうのはやっぱり芸人さんのイズムがあるし、はい、そのこっちはこっちでそのイズムがあってそれと組い合わせあんま良くないっていうかって思い込みがあったんだけど。うんうんうん 最近の方は、なんかそんなこと別にないなっていうか、むしろなんか、あすごくよく馴染んでくださるなみたいなことを思うことが多い普通にまた、当然、おしゃべりは当然うまいしみたいな感じで、普通にまたお呼びして、またお話伺いたいなっていう方ばっかりっていうか、なんかちょっと時代の変化も感じなくはないという今受けるものっていうのが変わってるんだろうなみたいな感じとか、そうしますよね、すごいよな。なのですすごく楽ししみにてまはい そしてこの日、夜11時15分頃からのカルチャーワンショットは12月14日土曜日に開催される渋谷パイロットフィルムフェスティバルについてその発起人でもありますストップモーション時代劇、左の監督川村雅史さんとアニメーション映画キルチューブというこれも実はまあ今、パイロットフィルムが公開されているんですけどこの、えー、キルチューブの監督栗林和明さんをお越しいただいてお話を伺いまだ左だって、ね、この番組にも話題にしてますけどそもそもパイロットフィルムがやべえ。はい、やべえパイロットフィルムってや 試しにこういうようなものになりますよとお金を集めるために試しに作るやつでテレビシリーズも必ずパイロット版というのを作ってそれで実際に続けるかどうか決まるっていうねことですけどそのパイロットフィルムを集めた映画祭これこれはすごいもう発想に拍てるすごいね素晴らしい。 川、ね、村さんねまたお越しいただけるんだってなうし、はい、この栗林さんって僕はちょっと最初の名前聞いたときだけピ,ちょっとピンときてなかったんですけど、うん、調べたらそのアニメーション映画キルチューブっていうのを今作るためにパイロット作られてて、はい、この人プロデュース作品があれですねあの一部で結構話題になった「14歳のしおり」っていう<ー>ドキュメンタリー映画あるじゃないですかあれのプロデュースされてる方でしたそうなんですだそうなんですよだろいろやられてる方で結よ多く見られてるのは劇場でしかねに、ね、な,なってないからね、うんうん、だってなんでちょっと話の聞き 聞きたいことがいっぱいあるなというお二人なんですけども来ていただきますと、はい、で12月3日火曜日、えー、パートナーは日比まお子さんです特集はこれも年に一度のお楽しみです音声表現の最高峰は今年もここから生まれるラジオ CM の祭典 ACC 東京クリエイティブアワーズ受賞作をひたすら聞いて味わい尽くす特集2024 ゲストは、えー、この審査員を務めてらっしゃいます電通のクリエイタープランナー沢本さんですこれはもうとにかくですね毎年やってるんで、まあ、初めて聞く方に一応ちゃんと説明するならば、えー、ごくごく短い時間 CM ですからね長くて1分とか数分みたいなのもありますけど、うんえー、短い時間の中で音だけを使ってどれだけイマジネーションを膨らましたりどれだけ笑わせたり、うんえー、どれだけ感心させたりどれだけ怖く感じさせたり何でもいいですけど、うんうん、とにかく音声コンテンツってこんなことできんのかの、うん、もう しかもそれぞれに違うアイデアの引き出しのオンパレードで毎年まあめちゃくちゃ楽しい、面白い新刊エキサイティングっていう感じのもう最高、これこそラジオのもうある意味、言ってもいいと思いますラジオの最高峰表現というか,えのなんかオンパレードあのショーケース的なアイデなりますんで非常に私自身も楽しみにしてこれは本当楽しいです。はい そしてこの日の、えー、カルチャーワンショットは、えー、シンガーソングライターダンサーの岡村隆史さんの登場でございます。ういや週刊文春ウーマンで連載対談をまとめた新刊「幸福の道」が発売されるということでこのお話を伺いましょうと。うん、さっきあのセブンで文春読んだらアガサワコさんの、うん、あの連載のはい、うん、はいはい。岡村さん出てましたよ、ね。出てましたか。<ー> 出ましたよこれ。出てますね。<ー>また歌村さんに独特の絡み方をしてくる人ですからね、どうか、ん、村さんはね。そうですねあの。えー このすすごくいいんで前向きなというかね前のめりなというかとにかく呼べといつでもいいから呼べととにかく出せと出てやるんだからみたいな感じで僕が出てやれるんだからみたいな感じでその姿勢を一貫してくるんでね全然それはありがたいんですけどあなた忙しいじゃないですかっつでたらそんなわけであるよって感じでそういうやり取りをしていたんですがこんな感じで多分カルチャーワンショットという枠組みであることに多少のブータレはあると ああいいですね楽しみですね間違いなくあると思いますよね今日に限らずお願いしますよとでも忙しいんでしょってこのくだりがね前ねあの斉藤和也さんですと出ていただいたりしましたけどね面白かったですねフーロンの方やっていただきましたああそうですねありがとうございますとにかく面白かったという記憶がありますみんな大好き岡村ちゃんでございます12月4日水曜日はパートナーうないりささんです特集はレンタルビデオ店の思い出について語るレンタルビデオ 151A でございますこれは なら放課後からね、うん、放課後初と言いましょうか生まれた企画でございます、うんはい、先週も話しましたけどね、うん、あの見事企画という形に持ち上げていただきまました、うん、ありがとうございます、はい、メールの宛先は歌丸ク t b s c o j p まであなたのレンタルビデオにまつわる思い出などを送ってください。うんうん これはいろんんんなな角度あると思うですすよよりまねお店の思い出でもいいですしレンタルビデオだから出会えた何かね作品ののありますしねはい独自のそのローカルなお店だからこそのサービスとかもあったでしょうしあとやっぱ私の思い出でいうといろんな思い出あるんですけどもプリズナーナンバー6ねイギリスのシュールなというか不条理ドラマの名作と言われてますプリズナーナンバースをレンタルで準グリーン借りてましたら そこでああ、この作品人気ないんで、あのー、レンタルやめましたみたいなこと言って、いや、俺、順番に借りてきてるよね、<laughs> 俺、俺、今、リアルタイムで順番に借りてきてるっていうデータは見ないのってだって、人気ないんでって言うんだけど、いや、でも一人見てんだから。<laughs> <laughs> 捨てることねえじゃんって。すごいな。マジでキレ散らかしたことありますよ。しかもその最終話がすごい有名だったんで。ああ、すだから見るためにね。そうです。だから後に DVD が出たんですけど、まあブルーレイとかになったんだけど、後にソフト出るまで、自分が変える立場になるまで、ずっと見れなかったんですよ。本当に、本当にそこで止まったんですよ本当に。捨てたって言うんですよ。はあって。確かシリーズ借りるってやってたな。おかしくないって。マジで。ね

時代っっ買ちゃたかもしれないけど僕が行ってるオンエアバトルとか本当に盛り上がっててだからもうそれこそおぎやはぎさんとかバナナマンさんとかラーメンズのバクショオンエアバトルの DVD とか普通に買ってたしっていうかバナナマンさんとかの公演のビデオとかも買ってたしみたいなそうなるほどそんぐらいい待ってたし当然松本さんたちのもそうだしっていうんでなのでそういう思い出もあるでしょうしあるいはもちろんホラー ね、ほら、はい、スプラッター流行った時代の、はい、もう、うぞうむぞうの。はいはい あれもあるでしょうしもちろんアニメも一大ジャンルですからねオリジナルビデオはね当然ありますしお色気系だってねもちろん当然あるでしょうし別にアダルトだってあれですよ放送で読める範囲のものだったら全然いいんですよとかねそういうのとかもありますしだって昔だって吹き替えと字幕別のビデオでしょビデオそうですもちろん切り替えられないそうでねシステム上切り替えられないそうですね字幕で見たいんだけど吹き替えしかないのかとかありましたもんねうわいろ聞きたいな 明記で言うとやっぱりそのもうちょっとこうイリーガルなっていうかうそれしかないからしょうがないんだけどあの僕はよく言う早稲田のミスタードーナツの上にあったビデオ屋さんがとにかく品揃えがすごくってで黒沢作品が全然ビデオ化される前だったので海外ビデオでそこが黒沢を並べてたので,で,でもその私はこうそのこうたまってたその部屋にビデオその中古のビデオ機があってでテレビですごいボロいビデオがあってそれで借りてきてその後輩たちと見るみたいなのやってて。 そうでその後輩が一本俺が一本借りてみたいなことでお前なんでそれ借りるのみたいなこととか <laughs> あ,<ー>あとその後輩、まあ、一緒に、まあ、とにかく暇なんで後輩とこ行って、うん、まあこれが私の一番キレキレ時代でしたね、うん、その何でもいいからランダムにパッて刺してみと、うん、あの監督の名前を答えるっていう,で,うできたんですよ当時は。うん 見てなくても、その要するに<え><ど>本とかで知識を出せるのど,のどの作品はどの監督ぐらいはもう全部入れたんです。 でも今はもうね、ああ、の、あれ、あれ、あれだ、あれ、あの、あれ、ほら、あの、あれだよ。あれ、そう、そう、そう、あの、あれ、取った、あっち、はい。あれ、取った、あの、あれだよ。何のとっかかりも、見つけられないパターン。しかも、しかも、間違ってたりね。あの、トニースコットとリドリースコット混ざりまくってたりします。ねデンゼルといえば、どっちかというと、トニー派なんでね。あの、リドリースコットはアメリカンギャングスさん、どっちかというと、トニースコット派なんですよ。なので。 こうういの混ざっっっちゃてねね困たもんですよ本当にまあそういうねもろもろのいろいろレンタルビデオ一期一会はちょっと本当楽しみなんで皆さんメールをぜひ送ってくださいポップが面白かったとかそういう店もあるんじゃないかなあなるほどそれもあるでしょうねとあとその店員さん独自のベストとかさそういうので僕も大学の近くには個人店のレンタルビデオ屋さんがあってそこにはコルクボードでメッセージが なんか腫れたりとか、うん、そういう交流の場みたいなのがあったりとかしたのとかも今思い出しましたね。 ある世代にとっての名画座的な機能というか特に地方とかはね映画館あんまなかったりするからもうそこで映画に出会うのが当たり前っていうかさ多分そういう世代なんでしょうしいいいと思ますよ映画見ることよりもレンタルビデオ屋に行くってこと自体がすごい好きだっただってさあのパッケージ見てさ選ぶって楽しいんやもんある意味さ映画の喜びと本屋とかの喜びつまりそのプラプラ歩いてこんなのあるんだって。 見るだけで楽しいいってうかさ贅沢な空間だなって本当、しみじみ思ってたんですよねまだ赤坂にね、蔦屋のレンタルやってた時代、われわれもね、ウィークのシャッフル終わってね、ひ暇なのかって映画るかれて、みんなで借りに行って、どれにするやつでね、やってましたもんね。 帰れよ <laughs> いやいやでもあのまたやったっていいぐらいですよ空出、うんね、たってなりましたよね空出た空出た空出た,た面もしんだやつってっそして、えー、話戻すとこの日のカルチャーワンショットは <laughs> とあるシークレットゲストが登場です、えー、名前は明かせませんがとりあえず絶好調です 中畑、うん、<laughs> 今週このやり取りしましたね、うん、絶好調って言ったら、すぐ中畑っつって、もう今そう、そうじゃないですよ、絶好調の人にあとにはもう人つかないですよ、今はって話をしました。はいえー、12月5日木曜日、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンは。室井俊二 これでもね、今日はね、あのー、ガチャ1回で当たってよかったですよ。先週ね、うん、1>, 1回目で出ちゃって。すごい、いい空気が流れました、ね。で、ちょっと固まって。で,、はい、で先週も3万ぐらい出すとか言ってたんだけど、うん、もう1回回したらグラディーター来ちゃって、グラディーターも別にいいなと思ったから。うん そこでちょっと迷ってからこれ以上回してその意にそぐわない感じになるよりもまあグラディーターで手を打っといた方がいいだろうと思ってやったんだけど今日は本当に正直怖くてそのただ室井はやっときたいしそのちょっとね上映感もちょっとだけ減ってるみたいなんで、うん。<笑><笑><笑> あの、ここでやんないとっていうのは、やっぱ僕と、ちょっと義務感も感じておりました。そういくら突っ込めばいいか、わかんない状況でした。だから、今一番だったら、一番ジャストなんでね、絶対にそれを回すんで、先週のね、一個に来たらね。ああ、スリーでしね。本当に固まったもんね。回すまでだって、今日は三万いくよみたいなこと。吹き散らかした途端に、一個目が。ッてあれさ、最高にいい瞬間だったですね。まあ、本当に回してるからこそね、本当にガチャやってるからこそ、あれですけど、まあ。 見事来たんでれないなえさせていいいいたただきたいと思います <laughs>、えー、ライブダイレクトは、えー、ポップソングライターで伝統芸能家三味線奏者としての顔を持つ、えー、川島忍さんの才能巻き込み型プロジェクト チリガール番組初登場でございます、うん、とってもこれユニークなので我々としても楽しみにしています。はいはい、という感じですね来週は。ということで、はい、うーんと何だっけ何でもないかもうあとはイベントのチケット買ってね、うん、申し込んでね、うん、っていうぐらい。うん あとは、そうですね、浅田真央さんのス。<laughs> テレビ見始めないで、また、<laughs> またテレビ見始めなで。あでもこれ宣伝だ。<laughs> だまだニュースこれ宣伝だっ。でね、あ、てか、<laughs> でもなんかさ、宣伝チックなんばっかな。燃え <laughs> てます燃、ね、えてる、燃えてる。なんか燃えてますよ。今、ちょうどニュースやる前に。あ、ね、火事、ねね、系。また火事かと思って。火事、うん。あの火事の真相もわかるんだな、ついに。 カジはあれでしょ。これわかる？服も取りいやわかんないですよ。カジは服も取り越すし。えあのちっちゃい子の方を？割るあれだ。オーメンみたいな話だ。そっちか。そっちだったらすごいよ。十二月入るんでね、ぼちぼちシネマランキングもね。そうね。近いってますんで。まあそうそうそう。だからそれもあれ何日にやるとかまだ言わない。まあもうね。 言ってもいいんじゃない ?12 月26日木曜日が c マランキングのいいです。うん、また放送でも改めて言いますが、うん、別に隠しすることでもないので、うんえー、いろんな、ね、指揮者の方からのポッドキャストも、はい、まま長いポッドキャストを、えー、<laughs> 撮りたいと思いますので浴びるようにです、ね、映画の話をするというね。えーえー、リナー投票も 当然ままた今準備してすそれまでにチャレンジャーズ見なきゃいちゃんもやっぱチャレンジャーズでした。データチャレンジャーズ勢やばいんですよ。これまあガチャ当たってないんだけどみんな口を揃えてね変な映画だけどいいんだよおしゃれだとか言いますよね。そう言うてからあれだな僕も今ねブラックホールからブラックホールでもいいけどああいう。 あの自分のベスト、あの、み、みもちみん以外のベストも。ね個人的に見た、レベルリッチとか結構。うん。いよかった。おもしろいね。面白。面白。な、こんなですか。柴田君、なんかないの。なんですか。言いたいこと言いたい。いやいやいや、もう、吐き出しましょう。一つだ、言いたいことだった、あの、あれですよ。あの、いろいろ。 来てくだささったとかさこうリスナーの反響で言うとついに架、うん、け橋でこの間行ったんですけど、うん、あスパゲティ、はい、スパゲティ架け橋でシェフから、うん、あの言われましたなんかラジオで話していただいたんで「うん、あっバレた」あ。バレバレた リスナーの方がすごいいっぱい来ていただいて。本当に言ってるみたいだから。私も言ってます。まあ、でも、あの、まあ、でも、まあ、私としては嬉しいですけど、いや、本当に、あの、要は、その再開していただいても嬉しくて、ついついちょっと勝手に喋っちゃって、すみません。あ、そうです。はい、いつもありがとうございます。こちらこそです。あ、いいですね。また行きます。普通、分かった。うん。あ、食べたい。食べたい。食べたい。でも、私は今日もセブンのですね。あの、ちょっと今日はがっつり行きたくてですね。あの、味噌ラーメン。 おあ味噌ラーメンバタ味噌のはいはい味噌バタラーメン出てましたね出てきますね味噌バタラーメンプラス餃子も買ってしまいましたねあもうしょガツンということ最高ですね今日はちょっと昼からわうわ審議会もありましたそうなんですよねということでですねとっとと帰りたいのは山々なんですがとっとと帰りたいのは山々なんですがただちょっとね取りこぼしがあるといけませんのでね。

ひろしの一人キャンプみたいなのなんすかねっ ASMR じゃないですかパチパチ癒されますよね、焚き火の映とかねあ、そういや、癒されますよ焚き火と波の音とかありますよ海辺で焚き火してるやつ四時間とか聞いて寝てますよ、僕は 分かります分かります iPhone に入ってるよね実はねもともとの機能であ焚き火の音とかですね僕でもなでディスクレーマー見ると海辺ってなんか禍ががしい <laughs> <laughs> だんだん見えるものとかやってるけどねうんあとやっぱその もさほらだってやっぱ火事起こんじゃん室井さんのさ物置とかさあとメゾンドなんとかも火事起こってるしさ俺メゾンドなんとかの火事が気になるんだよねああ料理何の決めたくないですかかかりますよねどこで起こるかで火事じゃないけどドクター X あんじゃんあれの横項も大体連続してるんだけどもう車もボーンってなっててだからんかとにかく火見えた火が出る感じ みたいなのちょっと注目しちゃうからねそうそう俺もちょっと構えちゃうからさ「きた!」「私失敗しませんのやっつってねやってますけどね大変だよな大変だよな大大変だよな大変だよな大変だ大変だよな大変だよなあはやがいい大玉さん全部に言えちゃうから全部大変だよ ということですね。うん、まあちょっと n h k の動きがないんで、どういう理由で n h k の動きがないからやめるかって。<laughs> <laughs> ちょっとここらにしようかなという感じですね。なんですかね。うん 今週はだいぶ暖かくなんちゃいましたけど、来週はまたあれですかね、寒くなるんですかね、そうですよ、多分うん。風邪ひかないように、あ私、あれです、インフルエンザワクチン打ちました。ああ、お疲れ様です。そううい手も打っといた方がいいと思いますよ、だって、年末イベントにさ、そんなんでさ、休まなきゃいけないやつら目も当てられませんから、確かに。 会社で案内がます RTBS はやっぱそうなんだだからフリーの人間は自分でやんないとそうなんですよやんないと自分で体守っていかないといけないんですよ。ということでぜひちょっとね何だっけ腕のなんとか叩くより親の方叩けってね MU あっそ立ってましたそう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 有名そラインですようそうそすそう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 そのあうそうそうそ腕を叩くうそ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 うあ。 さんはね親思いですかよ。そんな MURO とね、非常に近しいと、噂わさの MUROI、ねっ、地面だけでもこれ、どちらもホコテン出身じゃないですか、なるほど、一世風靡、一世風靡じゃないですか、日本のヒップホップ文化もこれ、やっホコテンですから、つながったね、つながったね、根っこは同じですから、ど。なん分分かってると思うんですよ、キバちゃんもね、世代だし。 かってると思うんですよね最後どうするあのエンドエンドテーマでエンドテーマその室井真司のエンドテーマでやっぱほら辻人生の例もあるから油断しちゃいけないんですよこれ今にフィラメント。そうですそうですあのエンディングでそのラップが流れる可能性あるんですよワンチャンワンチャンそのその室井ラップああ 室井ラ, <laughs> ラップめっちゃ聴きたくない,いエンドロールで室井ンジがラップが流れるっつったらいくでしょ100点かそ評価わかんないけどい<や>まあそれ行くじゃないその、ね、心意気はよしじゃないですか俺も電球お前も電球切れやすい時代フィラメントこれフィラメントです フィラメントが相当手に入んねんだな。あとあれなんだよ、アカシアが手に入んねんだよその劇場に人がいないからってペットボトルないですか、ね、<laughs> <laughs> 暗闇の中でペットボトルが飛ぶ音が聞こえたの。当時やっぱぜ。まだね、下には下にあること知らなかったんですよね。で,ねでも、フィラメントはかなりだぜ。かなりですよね。もう一回見たいもんね、ちょっとね。<laughs> あれの井川遥さんはどうどうよ。郵便はっつってね。<laughs> ごめんなさい、ちょっと大丈夫、伝わんないんですー,でみ <laughs> あるポーズあるえ、嘘なの <laughs> あるポーズがあるんだけど。あとあれだよね。うん 人生はリセットできないんだなんて悲しいやつなおや狩り行こうぜっていう目印もということです。辻人生さんもねパリねお世話になりましたということですね。パリといえば私ですからそういう意味では辻さんも分かってくださってると思うんです。かな。 名乗ってって,っ,って、名乗ってって、最後 OK っていうので、うん、今回もとりあえずいいとは、うん、うんでいい、うん

で、間会えちゃって、もう次、6日なんですよ。だから、あ,あ,あのー、そのイベントの、イベントだから、だから1日やるってよかったんだけど、うんうん、イベントの感想メールも読む機会ないし、ね、あと、えよう夢どこでやんのってことになっちゃって、皆さんどう思いますえよう夢、だって6日にやったら変じゃないですか、なんか、ちょっともう正月、ね、寝言言,言いすぎじゃない、それいくらなんでもさ、ね、あもう1日にやるっきゃないんですよ。はいはい るかないなんだけど1日はね日のことを初夢と言っていいのかただこれ私が抽象概念的なと言いましょうか私が新初夢新初夢概念っていうのを私もう常にもう行っちゃったからそこにその領域行っちゃったんであの要は2日1日元旦ですで元日ですで寝て2日ねその2日の夜に2日の明けての夜に見るのが初夢だって言ってんじゃんこれ 要するに夜中は寝るしかなかった時代の発想なんですよなるほど、ね、みんな大晦日の夜年明けで1月1日の夜起きてんじゃん、はい、で起きてて寝んじゃん、うん、そこでもう夢とか見んじゃんつまり最初に見る夢はそこじゃん 1>,、うんはい、1日に入ってから見でから寝るポイントを31ってカウントするのはもう昔のことなんですよです今俺たちはもう1日生きてんのよだから今の時代にふさわしいのは1日が初夢特集、うん っってていい。うこと間違なだからもうそういうだからもうなんていうの古臭いよくよくわ考えもせずに二日が初めだなんて言ってる園長も全員もう。 もう全員これはもう今首に親指を当ててひよこに聞いてます全員からつって親指下げました処刑です処刑全員初あの例えですよ例えねいやいや私年をお迎えくださいちなみにこの番組は初夢特集をずっとやり続けてるせいか不定期に夢のトークは来ます何の募集もしてないやでもあと言わないとかないとみんな夢のことちゃんと記録しとかないと面白い夢のことさそんな都合よく面白い夢なんか見えないんだ ちゃんと記録しといてねそれがちゃんと皆さん根付いてるせいか本当になんかこんな意味見ましたってメールが急にポンいや僕らもちゃんと準備してよちゃんとお願いしますよちょっと最近なんか見た大丈夫見てないな見てない見てるけど忘れちゃってんなほらダメじゃん俺も見てるけど忘れちゃったバカな会話だバカな会話だよこれ1日やるからみんなも準備しといてってことです鍛えといてというですね そそろろ私ちょっと今日の夢をね今日の夢を見なきゃいけませんから夢見るの忙しいからね夢で会いましょうなんて多分ありますけどね帰るかえっとじゃあ名乗ろうかなまず名乗って名乗ってみようねじゃあねえっと以上のお相手は番組構成作家古川公とプロデューサー湊木曜エリィ柴田と えー、ライムスタートタでございました。毎週月曜から木曜、夜10時から11時55分ちょっと手前ぐらいまで放送しております。<laughs> アフタスクジャンクション2、えー、TBS ラジオの放送してますので、元気いっぱいね、ぜひぜひ皆さんこれを聞いていただき、年末いろいろね、えー、皆さん、師走だなんてってね、うんえー、お忙しくなってますけどね、うん、先生も走るという、<laughs> 先生が走って、言わんや我々をやということなんでね、いわんや我々をや。お忙しい中でございますが、体調のどを崩さずように、うん、そしてもし、えー、年末のイベントでお会いできるようなそ、うん、こ,こでもお会いしましょうということで、うんえー、皆さん、 ご試合いただきつつ、来週に向けて、せーの。OK! あってね。